マッツン試合中だしな。何が？いやだからこのまま来なかったらどうすんのかとかあるじゃない。いやもう進めてもらわないと。進めるよね。いやだから試合の順序を遅らすのか、もうこのままいないまま始めていくのかっていうのが。だいぶ後だからね。とりあえずセロテープが入ってくるの待つか。そうっすね。いない？いない？いない。後に回す？じゃあ、いやでも試合やるしかないんじゃない？やる？じゃあやるか。ま、申し訳ありませんが、じゃあ老人会に試合始めますんで、ザッキーさんはあと終了までに来れば大将とかに出るのは大丈夫ですが、最後までいなかったら不先輩ということになります。まあね。どうしたんだろうね。はい、決まりました。はい、H さんとセロテープ。 H さんはリュウかな。ブランカ、ブランカザンギ、ブランカじゃねえか。誰だリュウって言ったやつだ。誰だリュウって言ったやつだよ。俺だよ、はい、俺だよ。なんか鹿さんだけ明らかに老人会のノリについていけない雰囲気が出てんだけど大丈夫かな。そこが、そこが俺すげえ気になるんだけど。脱退するの今のうちですよ。楽しそう、楽しそう。1ラウンド目は強い。次2ラウンド目ですから。次2ラウンド目ですから。せっかくタゲーゼが出てきてくれてるのにこの老害っぷりですよ。老害っぷりだね。強欲強いな。さあ、続いてがエイリンさんかな、チュンリー だと思うんで。エイリンさん、エイリンさん、ザッキーさんまだいないのかな。ザッキーさん見つかりませんかね。見つからない。さあ、なるべく時間を稼いでいるエイリンさん。チュンリー、まあそうですよね、1ラウンド終わるまでは押さなくて。スタートしてください。さあ、それでスタートしてください。スタート。はい、大丈夫ですね。はい、なんだ。おなんか急に。もういい加減にしろよ。もう出禁でいいぞ。出禁で負けろ。よかったらダメじゃねえかよ。さあ、テンションうまい。元気が入って、飛びが入って、悪くはない。いいぞ。さあ、今の回し蹴りいいっすね。さあ、ジャンプショーキックスクリュー戦列投げ。投げられちゃやべえだろ。さあ、投げられちゃやべえだろ。負けて盛り上がる老人会。まあね、スローライフですから。まあね、エンジョイ勢だから彼が。よかった。さあ、スクリュー入って、起き上がり、おっ、テンションに。さあ、2ラウンド目は。汚ねえぞ。汚いぞ。2人抜き。汚いぞ。さあ、続いて、まあ、ホンダバルフと残ってますからね。確かに。これは厳しいですよ、ここからは。リュウツカいなかった。いない。わかりました。オトミシンさんのホンダ。これは厳しい組み合わせではあるわ。あいち、さあ、なんか待とうとか言ってますけど。待てるのこれ。もういい、無理するな。さあ、セロテープさん調子に乗って無理をしまくってる。大丈夫か。さあ、あと、おお、ダブラリ
やっぱり安全飛び込みはできない。できないね。待って、まさかおお、バックジャンプショーキックの今のね、頭突きを読んだんだけど、なんか百裂になってびっくりしてた。確かに。さあ、頭突き当たって、さあ、牽制の立ち台キックにちょっとビビっているか、セロテープ。まあでも、ラインが上がってるんでね。お、頭突きいいぞ。さあ、百裂悪くはない。続き合い刺さって、あーっと、起き上がり、ナイスガード、悪くはない。本田応援したい。さあ、これがダブライ出んねん。おい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 、捨てゲー勘弁。何点やってんだ。さあ、交錯して、あーっと、払い切り食らう。続きがいいですね。うまく入ってますね。大キックしか振ってない。あっと、スクリュー入って、さあ、ロースクリュー、あっと見できないね。本当にできない。本当にできない。今早かった。っていうかさ、100巻ガードしたとダブライ出すのやばくね。やばい。あと50秒。さあ、バックジャンプ急に。ナメプかな。あ、うち、さあ、続き入って、あと20秒、あ、入って、と、前に時間がないが、あ、連打が早かった。惜しい、惜しい。あれ普通、連打が遅くて頭突き食らう流れなのに、ね、いや、やっぱそこだけ集中すれば。急に集中した。あれ、セロテープじゃないんじゃないの。誰か入ってるだろう。セロファンじゃない、中身。あ、セロファンあるな。ターボーさん、本田。さあ、ちょっと T シャツが気になりますね。痩せ型アピールしてますね。アピール、いや、だってアピールしないと T シャツ着ないでしょ。まあ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 、落ち着けて。あそこだって突っ込みましでしょ。まあまあ。もっと先ほどと明らかに動きが違うぞ。まあ、地球に優しい反対側。おお、できる。さあ、だんだん中央に引きずっていく。さらに5番で拒否される。まあ、最後まで決まらないあたりがセロテープです ね、 ですね。さあ、急に怪しくなったぞ。あっ、大怪しい。もういいんだもん。ちょっと今はうまかったよね。まあ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 、不覚にもうまいと思ってしまった。あれであれで、さあ、ピオリソーダが、しかし、続きでしっかりと拒否して動きができてますね。悪くはない。さあ、2ラウンド目はセロテープ1本は落とすんだけどな。まあまあまあ、続き、あ、張り手、張り手が強い。続き入って、アメハジ、これはかなり女が、おっと、すく、今の続き張り手出てると多分スクリュー入ったっぽいんで、ラッキーでしたね。これは相当リードしてるぞ。セロテープ本気出してと、今まで本気じゃなかったという。本当かな、これ絶対本気でしょ。ゲージ溜めようとか、ゲージ溜めても溜まった瞬間死にましたね。そっかもっぺん残機、速攻もっぺん残機。 TMF さんをかぶせましたね。俺はセロテープとは違うぞってところっていうのを見せつけたいっていう格付けが入りましたよ、これ。格付けチェックですね。海外大会でも優勝してる残機ですからね。しっかりカード出してない。マジでこのチームになぜなぜ鹿さんが入ってるのか謎でしょうがないんだけど、ね、バニシングスクリューというちょっとネタだね。30歳入ってるわけ。昔老人会は30歳が入会資格だったんですけど、いつの間にか40に上がったはずなんですが、また30に下がった。また30に下がったんですかね。10下がっちゃうだろ。
むしろ、入って入れないやつ探すのが難しいまであるからな30だとまあでも20代も結構いますからね、今ね、まあ、いますね。まあでも、明らかに30以上が過半数だろう。確かに。やっぱりホンダは厳しいのか。逆に言ってこれね、なんかピャーピャー言ってますけど、あ、はい、しっかりと。もう一回はやってないよね、やってないと思う。オペやんの。あー、やっとりあえず今やってた。ターボさん、これワンチャンユウさん負けると危ないからね。残ってんのが、シカベガと、うん、アステカブランカなんで。ブランカか、なるほど。全然危ないですよ。あとこれはコパンがうまい。完全に完封してますね。頭しっかり出して、これは止めます。頑張りました。間に合った、間に合った、間に合ってきたねってどういうことだよ。さあザッキーさんが間に合っております。とっくの昔に間に合ってました。いや、うわ、時間の問題と、今から A ブロックの人呼ぶとまたいるんだがいねえんだがって話になるから、まあ、それは待ってあげないとだね。沈め、大キック、あいち。さあ、バルログうまいぞ。すぐ投げる、すぐ投げようとする。刻もう、刻もう。うまい。おっと、お、つながった、つながったんだあれ。あっと、投げ、あ、受け身がない。しっかり返して。ザッキーさんがね、相当ね、格ゲーいろいろやってるんで上手いんですよ。今のは中詰めが入ってきたが、さあ、前飛び。お、今のはちゃんと投げに行けなかったな。さあ、投げよう。あー、リフトアッパー、相打ち。リフトアッパー、多分早出しには負けると思うんですが。そうだね。さあ、さあ前ジャンプ。早出しをしないと読んでるのか。さあ投げに行ったが、早出し、早出した。あと前ジャンプだと思うな、今の。どうなんだ、高い。まあ、病気で。さあ、これ、あー、そう、ついに打った。うまく逃げて。投げに行った。あ、ボロ。どうなの、これ。投げー、死んでない。できる。よくリカバリーした。今、勝ったと思ってたよね。勝ったと思ってたね。まあ、さあ、大使、あ、じゃあ、生鹿さんがいるのか。まだ4人目。まだ苦笑ですね。
あ、ベガがちょっとね、難しいんですよね。さあ、ステガさんは大将に温存。さあ、なんかいろんな意味で緊張してそうな鹿さんですが、大丈夫か。老人会のプレッシャーがね、プレッシャーがね、俺こんなチーム入っちゃったけどいいのかって投げて、なあとタッチパンチ小ズレですか、あのモーションは。さあザッキーさんがほぐれてきました。さあチューチュー、あー出ました、釣った投げるだけ、投げしかいってない。あースパスコンが入る。確かに投げた、確かに投げた、投げたのはバルログだった。鹿さん顔面蒼白なんで大丈夫か。大丈夫か、酸欠になってる。たかがゲームなんで、そんなに命とかかかってないから大丈夫だからね。このチームエンジョイチームですから投げて受け身取ろう。おっと相手出してきた、怖いな老人。死んださあ大将を引きずり出した。負けると嬉しそうなんだけど、ユウさんとか死んじゃう死んじゃうとか言ってるし、残念だったねとか棒読みかよ。え、なに、無事で勝った、無事で勝った。大将アステカルチャー、カルチャーってアステカさんでしょ。まあまあまあ噛んでちょっとどうかなった。あ、安いっていうか入ってないからお前半角知らないかって言うなよ。歩いてタッチ出発です。カルチャー言ってますよ。確かにカルチャーだカルチャー公認か入って、いや悪くない、いや、じじしてる。あっと、噛んで髪へ返せないですね、バルログは。前捨てから噛んで投げ、うまい、ナイス投げ、頑張れ。さあ、わからないぞ、これ削るか、削るか、削る技あったっけ、削るっけ。多分、スパコンじゃね。あー、スパコンね。スパコンはガードできるでしょ、まだ期待値。もう好きなこと言ってんな。あさあ、ローリングを誘ってるか。あ、あ、しっかり、お、テラ投げ、止まったら飛び越し投げ。まあね、あれ強いから。さあ、あるぞ、あるね。さあ、老人会が謎のプレッシャーに自滅しだ。さあ、どうだこれ。あっと、神格逃した。これはさすがにか、殺せばやばいやばいだろ今の。いい加減にしろこのチーム。老人が言う言葉ではない。お前が死ねって感じだよ本当に。ようやくゼロ回戦が終わった。はい、じゃあ配信筐体で、松戸スト2調査兵団と出ました、フジモンハン。このチームはこのチームは煽りがいがあるよ。本命だよね。いや、俺はあえて応援しますよ。あ、まあ、俺はあえて応援しますよ。本命だからね、ここね。と、逆側の真ん中兄弟が新戦国武装とガムシャラジャパン。ガムシャラジャパンと新戦国武装が、2番兄弟で、真ん中兄弟でお願いします。さあ、フジモンハンやってきました。優勝候補筆頭間違いなし、誰もが穴がないと。そんなことはないわ、毎回そんなことはない。あのね、今回だけはそれ通用しねえから。いや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 、去年クラーシーとマオでしょ、代わりが世界チャンピオン。いや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 、4代目入ってる時点でどう考えてもパワーアップだろ。フォックス一人で優勝したからね。相手が、相手が松戸スト2調査兵団。あ、います、松戸、松戸チームいます。じゃんけんお願いします。松戸チームね、毎回出ていただいて嬉しいんですけど、なんかいつもひどいとこと当たってるイメージがあるんですよね。これはひどいわこれはひどいわ。いや、でもさっきのザッキーさんチーム当たんなくてよかったよ。あー、まあまあまあ
お、博士、久しぶり。お疲れ様です。たまには前夜祭も来てください。いや、博士がいないともう勝てないから。もう老人しかいないから。だってね、誰しも2年連続1回戦負けだからね。1回戦負けだから、ほんとに。寝てた寝てた電話するわ。先方は相手は決まってるんで。さあ、決まったかい。あ、まだかな。さあ、クレジットが少なめだから入れとくといいよ。なんか あっち側も結構いい組み合わせじゃないですか。ガムセラジャパンと新鮮。そうですね、ここもいいですよ。さあ、決まった。先方は4代目かよ。と DD トシさんの竜。コマンド見せれ、コマンド見せられないが、ミスったら負け。負けではない。 S キャラは負けではない。ゴーキーは負けで、まあ、ゴーキーは使えないんだけど。使えない。アイマックス最後間に合わない。さあ、もうあの松戸勢をみんな応援してくれ。世界中のみんな松戸勢を応援してくれ。まあ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 、いや、厳しいな。そらそうだろ。これでタマちゃんもにっこりですよ。確かに。上タイガー、いや、強いね。強いね。分かってはいたが。おかしい。おと、ちょっとミスったか。立ち壊しタイガーが痛い。ダメ味。どうすんのこれ。上タイガー。上タイガー機能してんな。これはもう、あ、アッパーカットミスった。さあ、処理引っ掛けて中足真空はガード。まあ今の間合いは当たんないんじゃないかっていう。さあ、タッチ中キックポクポク。で、2人目は2人目がダルシムなんで、ヨコさんですね。ヨコダルシム。さあ、まあ S さんに行けるキャラなんで、ここはかぶせてきたと。まあ8-2らしいっすからね。8-2なのか、頑張んねえとな。 S さんが8-2だとほぼ全キャラ9-1になるんだけど。上タイガー隙がねえな。タイキック当たんないのよ。まあ今の当たんないでしょ、さすがに。 X だと上がってきないだろ。まあまあ X ならね。さあ、対空出なかったのはちょっと痛いが、さあ、しかしそうなると吉田がもう、さあ、あのジャンプ中キックは、あー、ピオル機能してたんですけどね。ね、まあドリルはあったよね。あ、宇宙ノット2投げ。ケミは投げ痛い。いやー、早いねー。今の飛ばれると夜周りなんだけど。さあ、苦しい。確定は取ってんですけどね。体力差がつきすぎている。ワイパー当たんねえのかね。さあ、残るは、S ザンギエフ、キャミー、ベガ。え、ベガしかいねえじゃん、もう。ベガだろうね、多分。さあ、ミノさんのベガですね。これ、でも勝ってもいっぱいいるんでしょ、まだ。まあ、ホンダとかいるし、ダルシンもいるし、ダルシンもいるし、みたいな。バイソンもいるし、まあいるね。バルログもいるし、バルログもいるし。いやー、画面中中央なんだけど、鳥かごとか言ってるし。どうすんのかね、よくわかんないけど、この対戦。どうすんのこれ。最後で頑張る。最後、何やんのこれ。最後で頑張る。最後出なくねっけ。はい。強いね。強いね。アッ
パカと引きつけ、いけぜ酒井は、タイガー、タイガー踏んでしまった。裏、裏タイガー、さあ、いてー投げ返したらあれですわ強すぎだわ、やべえわ。さあ、キャミーか S ザンギの2択ですが、2択と言えんのか、これが確になってね、どっちもきちい。さあ、キャミーが出てきた。始まる前のダイヤで1回したタイガーを外すになるらしいです。10-0。さあ、まだ8-2。あ、10-0になってない。まあ、10-0はないでしょうけどさあ、しかし、ああ、いて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 、確認がしっかりしてんだけど、しっかりしすぎだろ。まあ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 、遊び心は全くないね。10-0に見えるな、10-0に見えるな、10-0に見えるんだろう。まあまあ、あれですよ、あのね、配信見ておられる方々にも、やっぱあのトイレ行ったり、ご飯食べたりする時間もいりますから。見ようよ、ちゃんと見ようよ、見ようよ、見ようよ。ここまでついたエスタが今までいなかったもん。まあまあまあね、確かにね。これ、松戸頑張ってほしいんですが、大将 S ザンゲフ、打研さん。もう体のどこかに当たってくれの精神ですね。確かに。さすがにアッパカット。さあ、苦しい。苦しいな。苦しいな。さっきでも勝ってませんでした。え、エスさんに勝ってませんでした。そうなん。エスさんに。あー、まあね、あの勝ってましたね。まあ、勝ったけど、勝ってけだけどね、一切前止まねえな。ねえ、まあ、置き攻めしないからね、このエスさが。まあまあ、しない、タイガーだよね。タイガーだね。タイガーだよね、タイガーだね。なにこれ、何もできない。4代目、あの母既得帰れっていう電報が来たけど、4代目、あ四代目ひどい。みんな笑ってんだけど、みんな笑ってんだけど。まあ、これね、しょうがねえな。まあ、あのガチな大会ですから、しょうがないですこれ。まあ、ガチではある。ガチな大会ですから。ガチではある、ガチではある、ガチである。あ、奥の筐体は集権が4連勝か。おお、や、集権が4立てですごいね。集権4立て。いや、違う違う違う、しょがり元年と7個 SOS が、手前の配信台でお願いします。ってことは、吉尾平白ベイビーナイン、あ、大黒茶さんがもう抜かれたと。じゃんけんを、しょがりと、あ、いる？お、なんかこれは謎に九州勢が。横浜チームいます？あ、います。じゃんけんお願いします。じゃんけんお願いします。しょがりは関東と九州の混成チームですね。ですね。なんか年が近いっていうコンセプトらしいですね。20代？20代は3チームいるらしいですね。これとこれも一応それなんですよ。なるほど。飛び込み6段。あ、老人と飛び込みって若いチームじゃん。いいね。まあ確かにだいぶ対比がすごいね。まあ、ただ残念ながらそこは配信に乗らないんだな。お名前っぽいですね。
まりました、やります。はい、先方。これはロンリュウと、ロンリュウとマリオさん。マリオさんもリュウ？さあ、ロンリュウ同キャラ。リュウ同キャラじゃないの？違うの？マリオさん、リュウだ、なるほど。だし、リュウ同キャラ。あ、スタートお願いします、スタート。スタートお願いします。奥の筐体も、奥終わりで飛び込み。ガムジャパ5立てやるな。じゃあ奥の筐体は飛び込み6段と老人会2049。はい、じゃあ手前の筐体係をお願いします。筐体係お願いできますか。うすとかさんにお願いするか。すいませんが筐体係をお願いできますでしょうか。ガイパンチ。ロンリュウがちょっと噛み合ってない感じがしますが、らしい。うまい。トミー入ってない。さあ、タイク出ないか。真空はしっかり出して投げる。溜まったんだよね。あ、いいっすよ、取ってください。さあ、ゲージが溜まっているのはロンリュウですが、中古車ガードしたものの、中中ハードしっかり。今のはよく最大入れたね。投げたね。おっと、マリオ。おお、うまい竜巻が。あっと、クライマーで受け身がなかったが、すかしたが反撃ない。これは踏んで竜巻昇竜拳。ちょっと戻されましたね。勝ったのはマリオ竜。モミオが行くっぽいですね。ザンギ。さあ、ストマックモミオ。なんでザンギなのに昇竜拳の T シャツ着てるけど。わかんないっす。でもよく見ると無敵時間 T シャツ着てる。まあ一応さあダブルアイ確定です。しっかりガードして。これはさあアントビから吸っていく。あそこはまあ昇竜拳か竜巻しかない。まあそうです ね、 波動拳はガード打ちラスト相打ち。おぉ、圧勝キックですか今。渋い対空久々見た、ね、当たらない。飛びからまっすぐ行って亀足。やっと空振ったがなんとか。熱すぎてミドルが強くて暗いもみを。暗いもみ、暗いもみを。まあ昇竜拳だとワンチャン、あ、スキルだとワンチャン昇竜拳か、ね、まあちゃんとビタで押せれば確定なんでしょうね今のね、うん、そうだね。着地の隙が…あ、やってください、やってください。はい、どうぞ。ガイル。さあ、MOR ガイル。MOR さんですね。ちょっと下がってソニック。おっと、なんか相打ちになったような気がするわ。ソニック、ソニック。なんとかザンギは近づきたいが、おお、うまい、トリルレディ。さあ、横に押すが、前飛んで。さあ、前そば。うまい、近づき、あ、壊したぞ。うわー、サマー待ち。あ、うち、もう体力ないぞ。さあ、今のはまあ確定ですね。しっかりと反応しましたね。ザンギはやっぱり相当厳しいですね。ブスタブ、これから、まだよく顔できたな。壊して、いいな、止まって、これはしっかり。さあ、なかなかスクリューに行かないモミオとなかなかサマーを打たない MOR。 読み合いで勝ってますね、ガイルが。最後についに行った。今のは溜まってないと思ったかな。ギリギリ溜まってそうではあったけどね。まあ、まっすぐ行ったという最後の最後で。
さあこれはしっかりとスキルを決めて亀梨お中足ですか今の中足ですねうまい全然前歩く今のは弾読みかさあ体力的にきついですねガエルこれ相打ちできないのであっとっとさあさあ分かんなくなってきたぞこれは大いい踏み込みやってっからやってっからムーさんとムーさんとやっててもなはいさあぬくぬくさんですねぬくぬくさんもお久しぶりに見るなぬくぬくさんはあの2人であの秋葉の大会で出てたあのイメージがすごい強いですねぬくぬくぬくにーのコンビで出てたぬくにー今のはまあ残念なきつい組み合わせやってきますねまあただブランカは全然まだマシな方だと思いますよまあでもハマらないじゃないですかまあ弾けばリバサカミツキやるしかないんで今のはいい食らいつくりですねもっと前に歩いてスキルやりたかったのかさあ、噛んで怪しわすかすこれは、あ、神に行った壊してバブラリは何もしないさあ、呼んでるこれは確定リバサ噛みつきしっかりしているこれね、もう飛びがガードできなくなるときついんですよ。クライスクリルできなくなるんで、飛びは強制ガードみたいな、こんな感じなんですね。まあ、あの、コパンとかで落ちんのかな落ちないよな。相打ち、多分。さあ、立ち中キック。しっかり出して。お、うまっ今のブッシュうまい。ブッシュうまいな。マドンニバナこうして。ぬくぬくさん、いい感じな、にこうなんていうか、あーっとか、飛びがね、ちょっと高いですね。さあ、あるか、しっかりリバサー、しっかりしております。ユーガイル・フェンコンですね。しょがるか。さあ、ここはしょがってもいいと思いますが、お、阿部阿部さんですか。最終局の阿部阿部が早めの投入。まあ、先日はね、HD でね、ハジ DJ にね、実際に勝つという、なるほど、快挙を、そうですね、10対8、まあ、残念が残っているので、竜は先に出すという感じかな、なるほど、大サボ、阿部阿部がね、相当ね、硬くていい竜なんですよね、阿部を横に押して、あっ、勝利権ね、なんか、珍しい。正直はほぼ見せないんですけどねちょっと尖ったかやっぱ飛びは通さない上の意識がしっかりしてますねおっと横から来た大足さあ今のはいい大足相模大パンはなんで打ってんだろう波動ミスなのかなこれはあってまあ安定アッパー対空相打ちでよしと一回も転んでないですよね竜はねまあ硬いっすねさあ裏回りもおマルスは見てから投げ返し人間性能の高さを見せつけております大盤あっと神めくり蹴り当たんなかったっすね当てに行ったんだよねお疲れバックジャンプこれは竜側は貯めたいね貯まると飛びも結構通しづらい真空持ったまま行きたいですね竜はまあそうですねプレッシャーをかけたい感じいやこのファイヤーハードを食らったのは痛いぞお六段これはまあ削りでいいとこでしょう、うんですね、もう何にも食らえなくなったのでまあ削り剣おーうまい刺した噛んで時間が
足りない足りなかったな。悪い、狙いは非常に良かったと思うんですけどね。足りててれば多分勝ってるよね、ダブル KO じゃなくて先に。いやーどうだろう、龍の球速いから微妙じゃね。微妙だね。青斎さんの、ザンギですね。青斎さんはね、龍戦大好きですから。まあ確かに大好きだね。セロテープに龍ザンギ戦やりませんかっていうぐらいですライフワークまであるね。確かにこれは青斎さん的にはかなり嬉しい組み合わせなんじゃないですか。出し、やべやべ、マジでうまいな。まがい取り超うまくない？正統派だから。大足ほとんど出してないじゃん。中足だけでやってるな。うお、デリチャギ上はしっかり 大キックで返すという。今の波動使うな。微妙だったけどね。さあガードして、さあプレッシャーを差し返し、うまそう。おお、うまい、弾いてあるぞこれ。さあバカ、あー惜しい、まったー。まあ超かなり追いついたんですけど、まあそうですね。あ、OK、やってない、やってないね。おっとミスった。あ、OK、やった、やった、今度はやったんだ。お、できる、惜しい。さあ今のは弾きに行った感じですかね。今の勝利拳うまかったね。林、当てて、あっと勝利待ちかな。勝利待ちですね。うまい、しわし、うまい。真空溜まったぞ。さあ使わせて、投げる、受け身は取ってる。うわ、勝利打つ、ミドル、中キックか。さすがに回しませんでしたね、あそこは。まあちょっと遠かったか。見てからアントビから投げて、シューパー、うまい。ダーシー、ダーシー、アドアド、あそこに溜めて、ダーシー溜まった。ちょっと残機きついか。ダーシーバックジャンプ、大足、いや相当いいぞ龍が。まあでもザンギもまだね一発あるんでね。さあスクリューでまだ死なないか。中足のスクリューを攻撃、あーっと太刀受け、中キック大打ちになるんですね。さあ奥筐体ではセロテープが勝っている。え、マジですか。勝ってるね。はい、カットオー DJ、カットオー DJ ですね。 DJ 流、これはね、やってるんでね、負けらんないですよね。色一緒、負けられないぞ。波動拳、波動拳。さあ、しっかりと大昇龍よく見てる。こうなると DJ きついね。飛び入って、なんかスパコン狙ったのか。しっかり勝利権なしで、いや無理しない。波動進化、進化使わない、まあ、取っとくって感じですか。今のはよく勝利権打たなかったな。さああるか、竜巻逃げ、あっ、あー勝利権、あ、おお、今のダイヤシャードよく出さなかったですね。ね、さあ奥の筐体ではスクリューを欲張ったセロテープが処られておりますが、さあまだ龍側いっぱい一回も飛んでないですね。前飛び飛ばなくて勝てるってやっぱ相当安定してるってことだよね。昇龍、波動、波動、あー立ちやっぱ今のはシンク狙ってったっぽいですね。大ボス隙に入ったよな。投げ
いい投げですね、今のはね。意識の外だ。大昇龍、大昇龍飛びたくなるところで打ってない。いやー、この波動がめんどくさい。めんどくさいね。飛びは取った、取ったけど釣って、めくり、あー空振った。あれはもったいなかったな。さあ、足うまい。こうなるともう真空化できないか。厳しいっすね。いや危ない、波動拳打たないよね。さあ大勝利。じゃあ、フジモンハンとガムジャパ。そうですね、フジモンハンとガムジャパですね。フジモンハンとガムジャパ。さあ、そして老人会も時を同じくして敗れております。なるほど。奥の筐体はだから、今勝ったしょがり元年と、飛び込み六段ですね。ガムジャパいるね。ガムジャパとじゃんけんして、じゃんけん、じゃんけんお願いします。一応いるけど、一人いないのかな。フジモンハンがじゃんけんした？まだだよね。じゃんけんお願いします。これは俺はガムジャパン2番手だと思ってるんだけど、本命対抗だと思うんだけど、これ、いや、全体で新人類で3番だと思うんだよね。フジモンハンが 2P。 ではなるほど、まあそこら辺はね、まあ、バルログがいるかいないかで決めてるんですよ。新人類いないんで、まあナルシムもいないし、キャラがねちょっと弱いんですよ。先方誰。まあ先方は魔王とオペ前でいいんじゃないですか。バルログで頂上決戦で、バルログバルログで。まあそうなんだよ。そうなんだよ。あ、そうなんですか。うん、先方。え、時間かかるから。はい、どうぞ。多分ね、俺の読みだとガムジャパの先方はね、まあ言っちゃっていいの、もう進行もう言ったんじゃないの。あ、だ俺多分ね、バイパーさんじゃねえかなと思うんだけど。決まった。え、ちょっとフジモンハンは読みづらいな。こんなじゃ、こんなオペ前。なるほど、なるほど。俺はトマちゃんかなって思ってんだけどね。さあ、じゃあやりましょうか。もう順番もできてっから。蓋を開けよう、はいはい。あ、正解。うわ、バイパーさんでしょ。正解、うん、はい、で誰が行くの。そっちは博士。あ、これ大丈夫か。これ大丈夫か。一番出したバイパーさんからしたら一番当たりたいまであるじゃないの。いや、誰読みが分かんない。博士読み、博士読み、誰読み。ワンちゃん読み、博士とタマちゃん読み。あ、なるほど。博士は何読みだったんだろうか。まあ、魔王は来ないっていう読みか。さあ、しかし博士が、あーっと今ミスったみたいですね。しっかり返して。登り大パンチ、なんかさあ2段ラスト中キック、中スラストですね、あれ多分ね。パクりましょう、うん、パクりましょう。まあだから早い、ダイススラストみたいに早めに出しておく必要ないからってことでしょうね。いや、これは2択。危なかったが、あー高い高い。
あ、くら投げ、よくくら投げした。これはどうだろう。うっ、よく逃げたが、あ、今のは多分スラス、インフェルノね、スライディングインフェルノでしょうね。いや、インフェルノちょっと怖いぞ。タッチキックよく打ったな今。さあ、あれが機能してますね。そうしますね。あ、いや、クガードした今のね。いや、でも中キック繋がった時もあるぞ。まあ、こうトマホーク入れといた方がいいのかね、うん、あ、これはですよね。ガードはできたっぽいよね。ガードはできた、うん、モーションが見えて、ね、ただバックジャンプできないですよね。さあ、闘魂さんか、闘魂さんか。魔王は出さない。魔王は温存ですね。来いよと、来いよと。さあ、オペマイが煽っておりますが、まあ、闘魂さんもね、ダルシム戦うまいからね。まあ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 、そう、ちょっとうまいんだよ。そうなんだよ、ちょっとなんだ。まあまあ、すごいとはね。まあ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 、さあ、気持ち気持ちいい相打ち。これはスラストファイヤー。お、ダイスラー、あ、うち投げる、削る、投げる。今のも、転生でね、まあ、読み合いではあるんですが、ちょっと、硬いですね、トコさん。まあまあまあ、でも、がむしゃらにいってますよ今の中間。まあ、画面端だったんでね、乗っかりが安定行動なんですが、投げっこいこと、あ、テンション割と闘魂スペシャルなやつですね。ガードして、さあ、チュンリーペース。今の中キックよかったな。これは空中、背中、あ、背中蹴りいかない。どうだったの今の。いや、でもまあまあ悪くはないけど、あ、もうインフェルノさえ食らわなければいいという。いや、おお、うまい、うまい、うまい、今のうまいね。置いとけば全部返せるっていう。まあ、高田点ドリルは食らうけど半角で勝つみたいな。なぜか藤本も来てるぞ。これ煽りですね、煽り来たんですね。いや、東光さんうまいぞ。いいぞ、まあ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 悪くはない。さあ、当たってあるぞ。あ、いや、ナイスガードだね。前飛びたよね、これは。あっと、今インフェルノ狙ったかな、博士。あー、あそこなんすよ、闘魂さん。ピオルからさ、惜しかったな。あー、ここは一旦固くいってほしいとこっすよね。ガムったね。もうしょうがないんで、魔王。はい、打ち替えが出てきました、鬼門魔王。B ブロックの2位抜けはぐっちかいということです。まあ、もう今回の大会でトップ3に入るんじゃないですか、魔王は。まあ、的には、そう、そうですね。中キック、あれ、これはダルシムペースだぞ。大丈夫か、何も出てないぞ。さあ、わかんないループ。もう体力が、投げ返した。魔王さん、何やろうとしたんだろうね。いや、なんか連打がミスったか、投げには行ってねえと思うんだよな。投げか、マジか。テラー当てて、投げて、早出し、わかんないぞ、わからない。まあまあ、これがあるんです。まあ、あのね、トッププレイヤーの博士も今しょうがねえって顔してた。まあ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 みたいな。さあ、もう短い中キックうまく使ってるね。当たってしまった、見えない、見えない、見えない。これは終わりだね。終わり、終わり。まあまあまあ、しょうがない、これはしょうがないでしょ。終わり、終わりだから。どんなに、どんなに頑張ってもこうなんだって。仕事はした、仕事はした。十分、十分やった。ここで、さあ、黒いワン、黒いワン。まあ、こっからですよね。バルロー戦かなり自信があるっぽいですからね。まあ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 、
はい。さあ、ここが結構重要だと思うんですよね。確かに。まあ、魔王でね、3人は倒したいですよね。うまい。うまい。ピヨって、はい、これは、ドン。藤本は違うチームだろ。お前違うチームだろ。さあ、フジモン派に負けてほしいフジモンが大喜びしております。さあ、ピオリはしないが、うん、あっと、ダイパン出してなかった。なんでだ。まあ、もうちょっと緊張してるか。まあ、緊張はするよな。当てて、起き上がり、しっかりガードして、バックジャンプ。さあ、大幅リード。今度バックジャンプ。さあ、鬼無双さえ食らわなければ。まあ、これはね、バルセロンできないですよね。おっと、中盤、ゴロ、ゴロで返す。ゴロには鬼無双は入んの。フルヒット、なんか入りそうな気するけどね。でも手前にしてるよね、弱ゴロだから。つらい。うまっ、うまっ。やっぱ魔王強くね。やるな。ここは4代目がタマちゃん、どっちかだと思いますが、タマちゃん先に、俺が行くと、俺が行くと。まあ、昨日ね、同じモア勢の先生頑張りましたから、タマちゃんもね、トップとして意地を見せたいところですよね、モア勢の。モアないのにモア勢だな、今だね。開幕、うまい、ショーパン。お、よくガードした、今の。まずは開幕、先手を取ったのは、タマ・バイソン。おお、うまっ。大パンチ。うまい。早出し。タンパンチはまだあるぞ。お、なんだ今だ、スライディング暴れ。さあ、怪しい。ダウン取ったが、繋がらないが、怪しい。気をない。スライディング。なあ、バレバレか、バレバレか。いやーって顔してますが、バレバレか。最大入れられましたね。なんでね、かけて前飛びから、これは投げていかない。投げは怖いですからね。うまい。魔王のバルログはなんかうまさを感じるんだよな。おお、見てからっぽいね、今のね。あー、しかし食らった。あーっ、ピヨッターできる。これはまずいぞ。たま、これはまずいぞ。さあ、たまちゃんニコニコ。残ってんの、龍拳、龍拳。フジモンが沈黙。どうすんだ、4代目を。店長の真空で。しかもバルログまだいるんすよ。バルログも店長のよくわからん竜巻で。このチーム強すぎでしょ。あ、うち。まずタマちゃんどうすんのって話なんだけど。確かに。いや、まあシュウが見てからではないよね。うまい。これは確定。まあ、これしょうがない。まあまあまあ、これはしょうがない、しょうがない。頑張った、頑張った。相手が上手かったんだよ。うん、強かった。タマちゃん、タマちゃん悪くない。仕事してる。投げて。うわ、でも1回しか当たらない。あ、うち。いや、ダイパン当たらなかった。やっと、これはまずいぞ。ビヨって、これはしょうがない、これはしょうがない。まあ、今運が悪かった、運が悪かった。仕事した、仕事した。うち30兵器にもう一個いるんだが、 なんだかんだで2対2ですよ、残り。いや、キャラパワー、まあ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 、落ち着けよ。タイム、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 タイム。どうした、どうした、どうした、どうした。ストップ、ストップ、ストップ。どうした、トラブル、トラブル、トラブル。ガイルステージね、ガイルステージ、ガイルステージ、ガイルステージ。別にタマちゃん出てこなくていいから。ああ、危ない、危ない。あの、あの、店員がやりますんで大丈夫です。まあ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 、仕事した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 。まあ、タマちゃんもうね、やることないから。応援がしかない。お前も、お前も負けただろ。引っ込め、引っ込めよ。お前終わってんだから。確かに、確かに。楽しそうですね。楽しそうですね。
よし。あ、でも終点はあれ、エクサで倒してますよ。まあ倒してますよ。大パンレッパーが当たって勝ってますからね。 あるよ。あるかな、あるかな、あるかな。まあなくはないわな。なくはない、なくはない。仕事した、仕事。山中、山中、あの本名ぶっぱプレイヤーやめてください。え、でもチーム山中じゃなかったっけ。違うか、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 違うか。あ、ごめんごめん。まあなんかこう、あれですね、たまちゃんが元気だといいですね。大会が盛り上がりますね。たまちゃんがあの喜んでて、俺嬉しいよ。活躍するとね。真面目に、真面目にそれは本当そう思います。本当にそう思うね。笑顔を振りまくからね。僕はこのチーム応援してますから。俺は応援してねえな、あんまり。まあまあまあ、まあ応援してる人は多分ね、応援しないと。俺強いチーム好きですから。あ、まあ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 。さあ、じゃあこの試合は、終わらしてという感じですね。まあどっちが勝ってもいいですけど、さあ4代目が勝って、ではここから再び周さんが乱入して試合開始と。4人目同士、そうですね、副将戦。カノカド、飛びに飛び、クタグ。いやー、厳しい、厳しい、だった。苦しい、苦しい。チャーリーモード。ちょ、これどう、きついな。あれも飛びもなんか見てからやってるっぽいところない？あの、あの中間前の。あれ、先読みなのかな。できる前あると思うよ。あるよね。うん、さあ、あー、ピヨー冷静ガード。あぁ、第3連覇はなくなった。 あれエクサーで見たやつや。思い出したぞ。まずいぞこれ。これ4代目を負けたら筆頭チームが2回戦で負けてしまうのか。いや、しかし大事なと、うまい、いい踏み込み。今日は周拳が乗ってるっぽいな。そうですよね、さっき5人抜きしましたもんね、うん。乗ってる剣は怖いぞ。あ、今度は奥攻めいかない。あ、よく今アッパーアウトなかった。うまい、危ない危ない。今の上体が危ないよこれは。と、うわっ、いや、よくガードした。うまい、怪しい、投げー、これはただよく入れた、シューさん。いや、いや、今のはしょうがない。まあ、で、どうなんだろうな。まあ、もうちょっと密着して、もう少しね、まあ、詰めれば多分削れたっぽいんだけど、ああいうとこだよな、難しい。ああいうところ、いや、だからその勝負のあやって、ああいうとこだよなっていう話ですよ。そういうとこはダメだぞっていう言ってねえから。いやー、もう完全に押し込みを飛ばした。いやー、だしうまい。ダイパン、あっ、投げて、投げて、あっ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 、必死の4代目だった。やばいだろ今の。いや、下タイガーだろ今の。今のだってお願い、ショーキック飛びですよ。お願い、ショーキック、完全にお願いでしたよ今のは。完全に負け試合だよ、あれはね。思わず何も言えなかったもん、10秒ぐらい。キャラパーを感じたわ今のは。いや、なんか4代目3ラウンドとも負けてたはずなのに勝ってんのヤバくね。アドケン、たまった、あっ、あれ当たんないんだ、アパート。食べたい、食べたい、あー、あー、うまい、
大パー。4代目はこのチームを救ってるのか。まあ確かに4代目ね、やっぱ中部県がいないので、なるほど、県戦は慣れてないっていうのはあるんだろうな。さあ店長厳しい、厳しいな、うまい、アッパーガット、完全に立ち直った立ち直っちゃったね、立ち直っちゃったか。まあでもオペ前もいましたから、まあ、まあ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 、ね、奥の台はまだ終わってないのかな、じゃあちょっと待ちかな、ここは。じゃあフジモンハンすぐ試合なんで、フジモンハン、もうちょいで試合なんで、その場にいて、その場にいて、その場にいてください。その場で、その場で、あ、そうですね、すぐ試合、あっち終わったら、あっち勝った方と、あ、終わった、終わったっぽいね、終わったっぽいね。じゃあ、どっちか、ブランカが残ってるから、飛び込み6段が勝ったっぽいな。じゃあ飛び込み6段、こっちで試合、勝ったでしょ、勝ったでしょ、こっちこっち、フジモンハンと、フジモンハンとじゃんけんお願い、じゃんけんお願いします、じゃんけん。いやー見応えあったわ、集大4代目。まあ、D ブロックはお願い、試合なんで、さあ C ブロックの、ブロック決勝、ブロック決勝ですね、飛び込み6段と、フジモンハン。さあタマちゃんと坂本サガット、厳しいな、厳しいな、厳しいな、タイガー、あっと踏ませれそうだったが、まあまあといったところ、あとタイガーに若戸、うまい、うまい、うわ痛い、立ち台パンが痛い、怪しい、打てないんだよな、あの前、見て柄っぽいよね、今の吊るしかないのかな。まあしゃがみパンチもちろん似てるけどね、しゃがみショーパンチとか、いて回復、これはまあ安く済んだのかが、体力、あ、危ない、くらい、あまあね、天井が決まればなーっていうところだったんですけど、さあ、読み合いの、なんかもう、フジモンハンも勝ったかのような勢いで盛り上がってますけど、まあまあ、仕事はした、まあね、仕事はしたからね、たまちゃんね。さあ、読み合いどおりいくと、おわ、投げて、しっかり返して、あ、すいません、ルーザーズ松戸スト2調査兵団、試合があるので、第2筐体ですかね、松戸チームと老人で、おわ、いやー、しっかり返した、うまい、
完全に調子乗ってます。まあね、完全に調子が出てました。さあ、ゆうずる先生か。あと誰で誰、あとゆうずる、こてつ、えいほう、こてつさんか。なんかもうたまちゃん絶好調な感じ。絶好調だね。絶好調だね。楽しそうだね。なんかもう恋で、お互い恋で勝負みたいになってるけど大丈夫なのかな。はい、で、うまい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 。今のコパンはなんかやり込んでる感あったね。痛い。いや、あ、投げる。楽しそう。まあまあまあ、楽しそう、楽しそうですよ今。ちょっとね、勝ちフライングしたんだけど、まあ結果オーライだね。おっと、なんかすごい、耐えて耐えて、遅らせガード、前飛んだ。うわー、中盤オアで暴れる。さあ、小鉄バレラウと山中ブランカ。さあ、たまちゃん楽しそう、楽しそう、楽しそう。こっち応援するしかないと。さあ、勝てば勝つほど観客が減っていくフジモンハン。こうスペースがすごいあるんだけど、こっち確かにこっち忙しいんだけど。投げは返して。さあ、ループは終わった。さっきね、間を倒してますからね。伸び伸び、あとよし、ラッパー。さあ、ヘッド、ヘッドしかしてね。いや、厳しいぞ、丸ログ。さあ、ダッパーつかみから中足、こっち中足だとスパコンでしょ。まあ、中足がガスされたらスパコンで、ね、終わりだよね。削り角だよね。削り角っぽいね。多分テラ当たんないやつでしょ、あれ。すげえ。楽しそう、楽しそう、楽しそう、たまちゃん。誰か止めろ、あいつ。だんだんムカついてきた。じゃあ、ブランカ。いや、我々はタマちゃんを応援してますよ。まあ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 、我々応援してますよ、我々応援してますよ。まあ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 、はい、楽しそうだな、タマちゃんな。楽しそうだなって。俺も混ざりたいなっていう。さあ、A4 ノルマが多すぎる。いや、これ、エスタがいる時点で無理だろ。ブラックロードにも程があるだろ、これ。うまい、フライ投げで、しっかりよく見てるね。そんなの通じねえぞと。ちょっとでもダメージ与えようと。でも、あえて聞こえてないっすよ、多分。空気読まないから。そう、さあ、玉島ラッシュ掴む。楽しそう、楽しそう、ほんと。いや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 、と。さあ、上が出る。もう余裕があるんだけど。あるね。エスタガとだって、ダルシムとホンダとホンダとバルノでしょ。さあ、掴みは通さないが。無理無理。あっ、いや、よくガードした。とか言ってるよ。あー、おーい。さあ、いや、タマちゃん勝って俺嬉しいよ。まあ、嬉しいのかい。はい、一抜けです。まあ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 、はい、予定通り。はい、じゃあ続いて D 筐体のゼロ、あ、 D ブロックのゼロ回戦、動物落としとバーベキュー勢、試合配信台で試合です。今、
A ブロックで2抜けが MK 流で、B ブロックの2抜けがグッチ界。グッチ界、あー、じゃあまあまあ順当ですね。あ、でも経験値落ちたんですね。グッチ界に負けた。あ、これは結構波乱じゃないですか。まあでもその上位が勝2位が勝ったという意味では順当なんだよな。まあチーム力的にはどうかっていう話はあるけど、まあ確かにウィナーズファイナルに行ったチームは両方とも、ね、そうそうそう、上がってるってことだから。グッチ界は序盤は微妙だったんですけどね。そうですね、かなり噛み合ってない感じあったんですけど、誰が活躍したんだろうね。グッチ界は話かな、誰さん。おう、あ、沼が、沼さんが踏ん張ったっぽいですね。あ、大西 DJ を、手前筐体やりたいんですけど、動物落としとバーベキュー勢、苗場さんチームと機械員、機械員とこですね。いる、いますか。さあ、今の動物落とし全員値は何匹ぐらいなんでしょうか。52匹ぐらい。すげえ思う。一回もやったことない。やったことないね。インストールすらしてない。ちょっとトイレ行ってくるわ。はーい。さあ、じゃあ切れない方のマイクでやりますか。はい、動物落としとバーベキュー勢じゃんけんはできてますかね。動物落とし、動物落としいますか。機械さん、機械か、また高橋無比で長州。はい、バーベキュー勢の苗場さんとことじゃんけんして、じゃんけんじゃんけんじゃんけん、それはじゃんけんで決まるから。むしろ 1P、2P しか決まらねえから。決まってない。はい、2P 側が動物落としですかね。はい、手前のゼロ回戦始めます。さあ、バーベキュー勢がワンピー側ですね。さあ、バーベキュー、バーベキュー勢は、誰がいんの、苗場さんと、あと誰なんだろう。苗場さんいなくね。いや、いるいるいる。あ、いるか。えいない、いないよ。え、嘘、苗場さんいないよ。マジで当日上がりだから。あ、そうか、苗場さん違うチームにいるから。ごめんなさい。なんかもうバーベキューイコール苗場さんという刷り込みが、走る竜と、ごめんなさい、湘南竜、オロナインベガ、滋賀県県グリグラフェイロンっていう。苗場さんいません。すいません、まあ、申し訳ございませんでした。苗場さんいないよね。ごめんなさい。バーベキュー勢じゃないよね、チームね。違うよね。え、ここ、はい、名前なくない。湘南じゃなくて苗場じゃないこれ。え、だって苗場さんいなくない。なんか湘南はなくて苗場じゃない。あ、結果間違ってなかった。チュンリー、チュンリー、チュンリー。結果間違ってなかった。チュンリー、チュンリーする。あ、インジが間違ってる。インジが間違ってるらしい。はい、いた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 。結果オーライ、結果オーライ、結果オーライ。バーベキュー、いや、まあまあそうなんだけど。いやいや、あ、リツイ、リツイートかなっていう、リツイートかなっていう。語るパターンあるから。あるから。ね。フジモンハンみたいな。フジモンハンターするっていうモンハンでしょ。
フジモンモンスターハンターってことでしょ。まあそんなことでしょうね、多分ね。フジモンをハンターかな。フジモンハンター、フジモンハンター、モンスターじゃねえから、フジモンだから、わかんないけどね。まあまあ、でもフジモンには絶対優勝させないという意気込みを感じますね。まあ、そういうことなんだろうね。そろそろこのチーム2人とも、まあだ、次の次で抜けですね。誰かマイクを買わないと。まあ2号ちゃんとかいろいろいますんで大丈夫です。まあね、人材は豊富なんでね。豊富なんでね。先方がまだ決まってないのかな。2号ちゃんでもいいし、バーベキュー勢先方申告お願いします。あ、決まった。じゃあ座って、座って、席して始めてください。さあ、ヒデチュンリーと丸龍、座って座って。ヒデか、ヒデ今絶不調ですからね。大会弱い。まあ週に言われたら何も言えないよね。超活躍してたからな。確かに。あ、どう、お、大パン飛び、ちょっと噛み合ってないぞ。大丈夫か。あ、つまぎ、おお、バックジャンプ、やっぱ絶不調ですわ。まあただリードはしてる。いや、投げられて、受け身取ってない。落ち着いてない。投げられてナイスなのか。大丈夫か、前飛び大丈夫か、大丈夫か。あー、遅らせアッパー、投げじゃない。ジャンプとかに当たった感じかな。ねえ、大勝利。めくりは使って、受け身がない。いや、スランプだな絶対に、明らかに。危ない。さあ、強いそうだが、あっと、あれ投げられて、あれ、これはうまい。お、よく出した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 。今のは、今のよく出した。すごい飛ぶ。どうも レバーが飛ぶということらしいです。なるほど、じゃあしょうがねえ、じゃあ4台も飛ぶよ。今のは勝てそうな感じだったんですけどね。これは見てから飛んだんで間に合わない。音爆裂暴れ、うまい。今のは悪くないですね。おっと、投げは、これは踏んで、おき攻め行くのって、こういうもんびっくり。さあ、だが中大、さあ、しっかり返す。投げで終わりです。まあ投げで終わりです。精度考えよう。お前の精度は低いと。まあまあまあ、言ったよね今ね。1段で済むものを2段にすることはないよね。確かに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 、リスクある。で、グリ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 グラ、さすがに、さすがに、大丈夫、大丈夫、大丈夫、コエモンとやってっからってやつですけど、コエモンとやってっから。おいっす、コエモンとやってっから、やってるっぽいな、やってっから、やってるから。お、ここキープらしいっすよ。歩き子で画面端に追い詰める。大丈夫か、これは。あ、投げかけ、投げかけ、投げられかけっぽいけどな。集中、ちょっと反応遅れてんのかな。さあ、しっかりガードして、バックジャンプ、飛びは大パンチ、うまい、確かにうまい。教えた、飛びから、おっと、ミスったか。
もう返して。うまく打った。噛み合ってない。投げて。いや、これは。お、投げに行った。しっかりテンション出して。よく入れた。さあ、これやってっから。やってっから。これもっとやってっから。残るは滋賀県オロナイン。苗場、苗場。ベガやってっから。ベガ危ない。まあ、もう着席してるんで。押してる、押してる、押してる。さあ、出てきたのはベガ。考えてるな。決めつけだけ多い。アグレツ投げて、投げて、ガードしてますね。ダイキック、うまい。巻き返して、ちょっと繋がってないが、繋がってはないが、ワート、ワート、ワート、本当に？ニヤニヤしてる。一生百列コスってんな。強すぎでしょ。強いんだよな実際あれ。やばいよね。投げられて、投げられて、食らって、投げられて。これは投げる。おお、今ナイトメアってちょっと怖かったけど、よく投げたね。あ、光ったの見ててガードできるんだ。本当に、まあ、コパコパで刻んだんで、あ、確かに確かに、壁は解除したと。何が一番怖かったかいう感じじゃないですか。内会社一番怖いよね。さあ、どっちが来る。やってる。同キャラっぽいですね。同キャラ、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 ダメ、同キャラ、ダメ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 。昔パレによく負けてたイメージが。あ、パレに。この色やばい。なんだなんだ。色で被せていくスタイル。テンションしっかり出して。お、おっと、投げられた。それも珍しい。いや高いでしょ。投げれない始めてよく投げたな。いや多分何もしてなかったから受け身取ってないってことは。そういうことか。なんか知らんか偉い負けてる。さあ苗場さんがよくガードした。さあよく待って、これは勝って、お、気候剣強気ノーキャン気候ですか。おっと裏回りはしゃがみ中パンチ投げて、あとこれは対空が失敗した。最強くらい投げない。なんと飛び越して、さあ足払いが当たって大丈夫か、溜まってるんでちょっと怖いぞ。さあお互いいけない感じか。チューチュー、これでだいぶ追いついたぞ。まだ苗場さんがあっと出ない。いや攻めあぐれてる感じがあるな。今危なかった。これどうだ体力的に。おっと、まあ、これは逃げですね。ちょっと危なかったけどさあヒデが五盾にリーチ。おお4人抜き。さあ、大将滋賀県さん、これ危ない、危ない危ない。チュンリーで安定しないとは、チュンリーで安定しないとは。なるほど。あ、入って
三段よくめぐった。投げた、小足から投げ、まあ残り余裕がありますよね。まあ確かに、ナルシムもガイルもいるからね。川端くんもいるしね。対してめくりから、しかし処理がなる、逃げる、これは波動拳ですね。あ、竜巻で追っかけるとかあるよね。最速反応すれば空中で落ちてダウン取れるっぽいけど、確かになんか頭に寒いから、危ない。大キックうまい、投げる、あー受け取ってない、からの見てからですね。見てからですね、しっかりしてますね。バックジャンプ、おっと今のは3段でピヨるところだったが、ちょっと決めて、3段しっかり決めて、あと裏行った、チラシだけでいい、きつい、ダイパーン。さあ五右衛門の言うことを全く聞かずに勝っておりますがですね、坂上中足だけでいいと言って、逆にだからあれはだからその聞こえてるから、あ、しゃがみ中足が打ってこないんだなと思ったら、はい、バンっつってね、逆読み逆読み。まあアドバイスはね、良くないってね、梅原も言ってましたからね、迷うから。サードのインダーってやつね。D 筐体手前側でポニョクラブと水拳クラブ令和元年版、そして奥の台でティーム無敵時間とウルツー仮面舞踏会ですね。じゃあもうそろそろ変わりますか。じゃあ2号変われる、マイクお願いしていいかな、誰かもう一人いるかな。マイク喋れる人1人募集中、マイクください、マイク1人ください、マイク1人。あ、こういうもんはこういうもんやる、絶好調。ポニョクラブ、ポニョクラブ、トンタンキチーム、トンタンキチーム試合です。トンタンキ K タスマギナタイガーマスク鉄骨や尿試合でございます。配信台でやりますので前に来てください。尿さん、このチーム強いっすよね。ポニョこれは強いね。いや結構動画を見てる人はほぼほぼ知らないかもしれないんですけど、揃ってます、全然多分ね、このチームすごい揃いが悪いんで、でもう試合なんですよ。で、じゃんけんをしてほしい。トンタンキさん、あ、そこ揃ってます、あ、もう試合なんでこっち出てきてください。いや、どこが上がるんだろうね。そう、注目はめくり番3回と中野 TRF かな。大盛りもありえるし、動物としても強いね。25 味が強いからな、結局 DJ 戦分かんないで死ぬパターンあるから。そうだね、鈴鹿のワンチャン味さんすげえ負けるんすよね。ダルシム戦結構うまいから、あじっくりやられて、レアスラーであれこれダメージリードできなくねみたいな。あー、ありがとう、いいよ、さあ、デイ筐体の、あ、デイブロック先方は1回戦第1試合になりますね。ポニョクラブが 1P、 そして水拳クラブが令和元年版、これが 2P、 さあ、鉄骨屋対エクスパーですね。鉄骨やバイソンはまあホークメインかと思いきやバイソンも強いと。もともとバイソンが相当イケイケでしたからね。そうですね。さあ彼は中足をしちゃった。さあ諦めずに行きたいところ。エクスパーはここからそうですね、押されるとちょっと苦しい組み合わせ、苦手ですね。さあ、今後の鉄骨やバイソンバックギアないですから、バックギアなし、はい、下がれないやつ、うまいの、ナイスガード、ヘッ
あれね、中足だとダメなんですよね。そうですね、切られちゃいます。大足波動にしないといけない。あるよ、あ、惜しい、あるよ、あるよ、昇竜拳エクスパーのセットプレイ、はい、エクスパームーブ炸裂です、はい、まあ、全部マイルールで戦ってる感じなので、はい、やり慣れてないとちょっとそうですね、畳み込まれる可能性はありますね。投げる、よく見てる、よく見てた、がスパコンが溜まっちゃっている、はい、ゲージ溜まりました、これはちょっと厳しいか、あ、危ない。さあ、鉄骨屋、このチームってバイソン2体いるんですか。K 君が今日はバイソンですね。さあ撃たない、おっと珍しいが、これは体力逆転している。こっからどうする、さあどうなる、撃っていいのか、おお、さあバックジャンプ、バックジャンプ、バックジャンプ、時間もない、どうする、2秒、1秒、0秒、うわ画面から目を背ける、勝ってるから、勝ってるから、水拳クラブという名前だけあってもう酔っ払ってる説がありますね。これなんで勝ったかよく分かんないけど勝ってますね、はい、時間がなかったっす、理由は分かりません。ワンピー側はね、じゃんけんしてますよ、相変わらずですよ、そういうね、チーム性のところ、そうですね、なんかもうギャンブラーみたいな感じなんで、あ、これはタスマニアタイガーマスク、一応かぶり、かぶせですね、これまずいですよ、すげえのが来ました、深谷が誇るザンギエフ、タスマニアタイガーマスクこと虎付きザンギエ、この人はローキックから歩きファイナルやってくるのでマジヤバいです、やばいっすよね。いやしかしこの大昇竜を打っていくスタイルにはなかなかおっと噛み合っている、投げ、あ、パイル受け身は取っている、真空の、おわX が誇るクソムーブ、ファイナル出るね、絶対死ぬでしょ頑張れってもうさすがに今のはマニケーさんももうちょっと画面見てほしいですね。ファイナル食らってから頑張ってる、仲間割りしてましたよ今、マジですか、今のないだろみたいな、ないだろ、そんな入りゃいい、入りゃいいって言ったさあ大足確定、しっかりしてる、あー、ピヨったスクリューで、これは P、 さすがですね、 P ですね。さあワニケーが行く、ザンギ出てきたら本田だろうと、最速できましたよ、しかしこのザンギは侮ってはいけません、フリキャラ戦かなり死の本田とやってっから似てるでしょ、破壊力やばいですよね破壊力やばい、はい、ファイナルもできるし読み合いもしっかり分かる、そうね、あとすごいいい精度だなと思ってるのはダブラリがね、はい、ほんとミスんないです、まあそうですね、精度がね、精度高いですよ、あとはワニケーさんがいかにこうマイウェイで嘘キャラにしていくかという、はい、さあ世界に誇るチューブが世界に誇るホンダ使い、さあ最近はハンモック情報によると待てると、そうですね、これほら、お、でもなんかもう焦ってますよ、そうですね、まあ歩き始めましたよ、別に行かなくていいです、おっと弱張り手、あれは強いんですよ、そうですね、バリアだけの目的だったら、はい、さあ取れつき、あ、やった、いったか、まだ、あースクリュー、もう一丁ドラム缶、ノーリブソ悪くない、あ、ダブやばい、今のダブルネス精度、おお、何あれ、あ、やったか、あ、やった、あー、これは時間足らず、自爆スイッチ押しましたいや、でもワンチャンを通したタスマニアタイガーマスクを褒めるべきですね今の、まあそうですね、こんなもあんまりいいのがないですからね、そうなんですよね、サギトビには頭突きの弱強読み合いと中百貫があるんですけど、はいはい、そうですね、一周しちゃったんだよね、暗い大いちょうとかも食らうんですよね、
さあこれを続ければこれを続ければですね。さっきはここからあっとワンチャン通していく。さあ高めはしっかり落とす。さあカチャいいんだよになるのか。ニュートラル、ニュートラルはまずいよ。うまい、やばい、うわー連打力、連打力、頭突き読みの大キックでしたけどね。そうですね、突き合わんよと、高張りでした。うまい、あの吹っ飛び出足も鋭いが、はい、懐が太いんすよね、これ相模ジャパンがすごい長いので、ね、強いっすよね、ほんとあんな強いのかってぐらい強いっすよ。あ、やばいよ、おっと、頭突き2回、ちゃんとしてる。コパ安全重ねっぽいな。そうっすね、はい、残業できることなさそう。ダブラリはもちろん食らわない。これはさあ、タスマニアタイガーマスク、こっからどうする。さあ、欲望が出ているのか、ワニケー。上からダブルか、これ。おっと、サムジャパン、これは痛い、痛い減りをした。だあー、頭突き、ちゃんとしてますよ。待ってる。さあマニケイ消耗している、消耗した。あ、次ニョー DJ です。まあそりゃそうや、 DJ に当たりが来るんだな。さあこれも隠れ強豪の一人、ニョー DJ。 あーこの人総裁戦じゃない、団員戦来て1日で10段で駆け上がって帰りました。そうですね。いやめちゃくちゃ強いっすよ、マジで強いっす。はいはいはい、投撃に出てるんですけども、はい、投撃に出る1年ぐらい前に始めたぐらいなんで、そうですよね、かなりレベルが上がるのが早かったですね。とんでもなく強いんですよ、やっぱり性能が高い。見てから飛んでる、冷静。さあワンピーが盛り上がってますね。しかしどちらのシーンも楽しそうでいいですね。そうですね。はい、スライディング、おかま、うまい出すところが、はい、あ、でも今いいカラジャンプだったんですけど、チュアシタイクうまいですね。あれカラキャンジャックしかないところで判断してチュアシに切り替えました。ガードでも OK なので、あー惜しい、いやしっかりしてるな、さすがにオディジェ。ここで来ましたね。さあ爆弾ぞろいの 2P チーム、水拳クラブに対の中でもとびっきりの爆弾スピリタスバイソン、今回も沖縄から来ました。さあゲージを貯めながら体力を使ってしまっているが、さあこれはレース先に打ってクレイジー、あーわー噛み合う、どうするこれ、短波でしょ。僕は知ってる、僕は知ってるけど、みんな知ってる、初見は無理、はい、おっとすごいごっちゃってる、めくってナイスガード、もう入らず、あるよこれ。さあスピリタス、おっと先飛び、はい、投げる、しかしゲージは溜まっているので前に歩いてる、一回当たっちゃえばもうクレイジーで死にますね。そうっすね、あ今のも、おい打ってみる、ああ割り込めない、うわ、はい、いやーなんとか九死に一生という感じ、そんなのあったなーみたいな感じでしたクレイジーの間チームメイト全員おい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 割り込めるところで逃してしまう、この辺やり込み不足ですね。そうですね、あ、行き切りとかあったわみたいな顔してました、ね、知ってれば絶対に見捨てないと思うんで、バイソン側もね P 出すか早めに K を教えずらすか、そうですね、 DJ 結構息切りしやすいんで狙っとくべきですね。ナイスラからのこれは投げ、これは安全ですね。そうですね、もうセーフティーリード、この一旦見てからやつだと、まだ
はい、めくり番3回、めくり番3回対大盛り上がり始めます。めくり番3回、森尾は KKY タルシム、カチューバルログ、ハジ DJ、カズ DJ、 あ、大盛り上がりいるね、5人揃ってる、揃えて、森さん、森さん、こっちでじゃんけん、さあ、大将三宅、あ、いや、大将じゃない、ワンピースープ選んでよ、しかし、天津はきついので、そうですね、天津はやはりこのチーム本当に爆発力だけで言ったらえらいことになってますよ。そうですね、全員がめくりからの、あとこれはコモイス、おっと、やはりやり込み不足なのか、ニョー DJ 動きがちょっと怪しい、しかしコンボ見せたらチームメイト喜んでますけどいいチームですよ、いいチームですね、はい、もうそこでとがめに、とがめられるとチームの息が昇進しちゃいますからね。いや、それ早いっすよ、しかし、さあ、しめくる、うーわ、まあしょうがないですね、今のは X 剣は、そこ、強昇竜がいいらしい、まあとりあえず浮きますからね、発生で、もう、ジャンプ中キックちょっと遅らせるとそれがスカって DJ が 見てれば、近距離中キックスライディングらしいです。なるほど、やばい、おっと、さあやはりちょっと、おっと、押してくる、まあ、こっちのラギが通っちゃう、うまいですね、エアスラ早い、どうする、さあ、にお、あー、裏切りの、あれ前ジャンプ強いんだ、さあ大将引っ張り出されました、天才チンパンジー、さあ DJ フェイロンやろうぜ、テンチン DJ フェイロンやろうぜ、俺 DJ だあ、実況は2回転と、こういうもんです、よろしくお願いします、はい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 、あれは表です、おお、軽投げ、軽投げの方離れる、あんまり関係ないか、あれ多分なんか仕込めるんじゃないですかね、あ、そうなのか、軽投げで漏れた時にレッグエカーを潰したりできるんで、おお、中盤でもいいんですけどね、結局、うん、そうですよね、大キックの方がダメージは高いんで、うえぇ、あれ見てからではないんですか、そうでしょうね、多分仕込みだと思いますよ、コパン、強パン、マシンガンって入れ込みはダメか、あ、入れ込みでも大丈夫、しゃがみなのでスカるんじゃない、高いところが、いや大丈夫かな、おっと、あ、そうか、そうですね、強パンが使えます、ハンドミ高いが音がめなし、うわー、どうするか、おお、天津はレッカスライディング、とにかく、はかー、削りきりました、オッケー、繋がらなかったけど、はい、結果オーライ、いやこれは死ぬ、死ぬ、あっ、秒ね、あ、投げるよね、投げに来たところ、あー、もう一丁、あらららら、ずる、あー、さあ、ニョー DJ が取る、さすがの動きでした、勝ち上がりはポニョクラブ、めくり番3回向こうでやってるので、中野 TRF 対動物落とし、こっちです、動物落としと中野 TRF です、真ん中のスライドどっちだ、ハゲハゲハゲ、中野 TRF 対動物落とし、かなりの身内対決となってしまいました、先方は廃人対機械、さあ動物落としの創始者が来ました、動物落としを救った男、救ってますからね、動物に愛され動物を愛した男、そうなの、
それを落としていくという落としていく絶妙な虐待具合。あのゲームどっかで見たことあるんだけど気のせいかな。ありますあります。パクリじゃないよって一人で言われました。僕何も言ってないんですけど。ああパクリじゃないよ。あじゃあ大丈夫ですね。おーっと投げ返すんだよな。勝利飛んでいきますね。今度は遅らせ真空チュラちゃんのうまいファイヤーになしてる。ダブルクラウ。まだまだあるのか。このリードは逆に危ないですよ。飛ぶんですよ。機械は飛ぶんです。で2ラウンド目以降飛ばなくなるみたいなありますね。だハイジン君やっぱ精度が上がってますね。そうですね。素晴らしい。やんなきゃいけないことをしっかりやってます、うん。さあしかし機械ののらりくらいっぷりが。あおっとおっと我慢してる。さあもうすぐ家じゃ溜まる。さあ龍はもちろんゲージをうまく使いたいところだが、ここで前に来てちょっと嫌がらせ。うおっと。ここは打ち返す。まあ波動でしょうね今のは。えらい。大うっと。どこで。うう。まあ最後のは先読みで飛ぶしかないかな。手元的にはダブルサマー入れてましたね。ああなるほど、はい。さあこれは同じくらいじゃないかあれ。3回削られちゃう。ああ裏剣は安いですからね。とにかく減らない。高め露骨に高めだった。おおファイヤー。まあさっきダブル食らったんですけどまだちゃんと中足読み狙いに行く。さあ廃人まだ真空があるのでわからない。おおくらいこれはあるぞ。まだあるぞ。本当にあるぞ。どこで行く。うわー前そばと前そばっと危ねえというのはまあさあここでインドが来ますね。インド来ました。ガイルワンチャン負けれるからねって配信で言ってました。へえ。保険かけてました。保険かけてた。一番いい保険入ってます。なるほど。まあこの二人、渋谷時代からのつながり、もともと渋館でやっててという感じなので、それこそ15年以上の付き合いですね。まずい。さあまあまあまあ、ダルシムはそこは受け身安定でございますね。このリード結構取り返すのはだるいですよね。そうですね。下がっていくガイルに対してはダルシムも大きなダメージが取れない。その代わりに画面端行ったら端行ったらファイヤーモールでねちょっと削りが。そうですね。さあ機械の機械のうーんさあまあここで機械様さあこれが当たると。うおまずいぞこれ。機械が乗っている。機械さんの動きがいい。さあジャイナルこれは絶対に落とせないところとプレッシャーだけかけちゃう。さあファイヤー相打ち相打ちをまあガイルガンも OK ですね。これはもうきついですね。さあきつい状況になった。ここはきついんです。うわーカラジャン投げうまい。うわダブル様うわーラスうわーでも分からんぞ守れんのか。ファイヤー裏剣うわナイス。マジでファイヤーうわーやるだけやった悔いはない。さあファイナルラウンド。さあもう画面8近いどっかで押し返したい。 うまい。いやバックソバットもうまく使っていく。うまい差し返し。ジャイダルもただではあっそうですねちょっとミスが多いですね。そうですねさあジャッキックよく見えてる。あゆうこれが痛い。うんしょうがない。さあもう上は取らないぞと見せかけての裏剣裏剣
見てから裏剣総裁した。はい、押し返し。うわー、はい、お、隠んない。マジで、あー、いや、実に惜しかった。あったけど、ジャイダル、アブネーと大絶叫。かなりタイムラグありましたね。相当ありました。あ、ちょっとね、あれ、ストレスで、ストレス。危ないですよ、あれ。3センチくらい後退しますよ。3センチ結構だな、1試合で。相当いきますよ、あれ。さあ、ここでヒデチュンリー。あっと、まあ、実況では散々ヒデさん煽ってましたから。そうですよね、まあ、実力差は相当なものなんでしょう。全部ヒデさんにハテナついてますからね。そうですね、まあ、さすがにって言ってましたから。はい、さすがに。これはまあ、ヒデチュンリー、ダルシム戦はカワシム、ムー、鈴鹿投げ、かなりやっている。まずいぞこれ、ピオリーチ。おっと、フレーム、さあ踏ませた。さあジャイダルはですね、はい、こっからの畳みかけが本当に危ねえ。頭突き危ないですね。おっと、ガード差し返して、さあうまい頭を殴っていく。戦列からんの冷静が、ここで下がこじ開かないか。今ゲキックが負けましたね、はい、判定的には勝ちそうなもんなんですけど、はい、逆列、やばい、おいしすぎる。ボタン押してるだけなのにあんな減ってる。あれ、もう6割ぐらいないぞ。あー、裏剣、これは確定。しかし状況がいい、ゲージ溜まった。はい、まあ、おっと出てきたよ。あとはインフェルの警戒ですね、これ。あ、これ落ちないが、こっからテンション、うおー、テンション打つんだ。うわ、気候早っ、早い、今の早い、最速気候だった。いや、ここでかぶせ発生しました。かぶせ、さあ最大のかぶせです。これキャラ差あります。8人は硬い、はい、さあこれがこれはチュンリー戦がマジで得意な、同キャラ戦が得意なセオ VS とてつもなく苦手なヒデチュンリー。そして、まあ負けるよね。おっと、今の本当にいいのかしらっていうところですね。さあ、しかし頑張って、大会用に落ち着いた動きしてますね。そうなんですよね、ちょっと硬いところはある。しかしほぐれた時はもういろんなことやりますんで、やばいよこれ。おっと、おっ、うまい、先打ち打ってくる、ガードさせて、さあこれは、でかい、さあ時間が残り、さあ時間なし。お、今空中投げでも知らないですから大丈夫ですね。これはキャラも覆すのか。さあ2が頑張りですよこれ。そうですね、おわ、やり込んでる。これはだいぶ戻ってきたっすね。さあナイスでしょう。からのめくりから、あー、どっちか分かんなかったですね、多分。さあこの固めモードが強いんです。うわー、ぶち込んだ、はい、さあ、まあ、仕方ないで減っていく体力が多いですね、お互い。真ん中の台も盛り上がってる。あ、うまい、あの辺しかしますね。これはさあ落として、おっと、弦からの、あ、やばい、あ、よく差し返した。これでピオリーチはなくなったが、うわ、中隠れさせたの、くらい、さあ、あーはー、それだけ、やばい、やはりセオキャラ下がった。え、これ誰締め行くの？龍じゃない？いや、ピロシー、あのトレピーもいるから。そうか。さあ、カワシムが出る。3人目カワシム。
対3人目瀬尾ですね。攻めナルシムという新しいジャンルを。やばいピョッター、はい、い痛い。いやこれは痛いコンボが入る。タチコパン、タチコパンが減りすぎですね。そうなんですよ、一発一発が中攻撃ぐらい減ってますからね。もうちょっと減ってるまである。はい、想定もね、あんま減らないぐらいなの で、 そうですよ、ね、同じぐらいかな。はい、さあ、いい。おっと、まずエピオリッシュだぞ。しかし、まだ突っ切りいく。さあ、さあ、これはどっちも、うおっ、読みダイスだ。今のフレーム危ないんじゃないの。まあ、見てから無理か。インフェルノしっかり、すべての精度が上がっているカオシム。インフェルノ周りはもう完全に精度。そうですね。めくりスマッシュインフェルノとかもやってきますからね。あ、危ないですよ。ダルシムでコンボそんなにやってる人いないですからね。さあ、ゲージが速攻で溜まったけども、じっくり使うのか。ダルシムこれはまあ、ダメ8ピークのための、あっと、しかし裏っ切り、転生、気持ちが強い、最短、あれは弱一方だとインフェルノが抜けますね。ブラスト、運がいい。いや、今狙ったんじゃないの。いや、レバーはインフェルノ追い込まずでした。うおー、出させてカリブル、これが、さあ、ピロシが行くということは、トネピーが大将、名前が違うかも、中野キャミーか。いや、これはちょっと中野 TRF 側は苦戦ですね。さすがにジャイさんも勝ってほしいんじゃないですか。うーん、そうですね。さあ、フレーム、あのフレーム、早めに出してるフレームだけ大丈夫。そうなんですよね。で、フレームに対して直接勝つっていうことはあんまりないので、若干に非常に強い行動ですからね。戻りにぶっ刺すぐらいしかない。見てる。カーシムが調子よくなってきた。チョップ相打ちでもいいんだぞ。しかしピロシも体力減らない。これは読み合う。インフェルノ危ねえ。何気にスラストキャンセルでした。できる。全体の流れまで出来上がってますよ、これが。ダルシム戦では勝てないのです。いや、やってますよ、それでも。これさあ、今日はハマってる、これ今日はカワシムペースだぞ。ハマっちゃってる、これ。まずい、まずい。あれドット、うわー、何もできず、ピロシ悔しい顔。カワシムちょっと、さあ、中野キャミー最後に残ってることを完全に忘れていた。これは分からんぞ。乗った時の中野キャミー、まあ、トレピーですね。中野キャミー神髄なんで、これ中身、中身神髄、髄入ってるから。キャミーで大将なんで攻めてくんだお前がっていう。確かに実際に対象技があんまりいいのがないんで、大嫌なくなっても攻めついてこないんですよ。あー、そうなんですよね。お客で早いし、リにかなってる、ベイバーリにかなってるんですよ。あの大キック、あれ1フレしか言うようないんですけど、結構うまいですね。あ、ジャンプ中盤を透かしての、そうです、そうです、頭を狙うやつ、頭を殴っていくっていう、めくりから、はい、ピオル、キャミーはこれが、なんという火力。しゃがみはガードできないよと煽ってますが、ジャイさん、まあ、あれ読み合いですからね、別に、はい、さあ、潰して、おっと、いい受け身だが、今日パン投げ受け身だとダルシムペースになる。この沖大パンがムカつくんだな。終わった。あー、カワシムがしっかりと仕事した、動物落としが。はい、動物落としは連戦ですね。どっち勝ったんですか。めくり番3回、
ラブもうやってるんですね。じゃあこっちやっちゃいましょう。では負けたチームは、めくり番3回 KKY チーム、めくり番3回、あ、いるね、めくり番3回来ておいてください。 あの後ろにいる。さあエクサー優勝者を、エクサーチャンプがいますんで、このチームはエクサーチャンプ率いる、これエクサーチャンプがね、 DJDJ バイソンバルログダルシムですよ。マジでクソキャラしかいないからこれ。マジで大概ですよこれ。チュンリーがいないからと、これエンパラいけないチームですよ、うん、チームエンパラできん、チュンリーいなくて誰しも頼りねえから大して強い、チームエンパラできん、エンパラできんチーム。それマイク絶対乗せるんだよお前よ。さあ、ま、めちゃくちゃ盛り上がってますよ。あ、例のあれですね、ポニョクラブが大ハッスルしてる。さあ、それでは始めていきましょう。ここはワンピー側めくり番3回、そして伝説へ、ツーピー側が動物落とし、先ほどと同様機械ガイルが先方、そしてワンピー側はエクサーチャンプ、さあ見てる、カズ DJ 圧倒している、ちょっと安いが投げる、強い強い、エクサーチャンプなんですよ。なんといるから隠れてますけど、はい、普通に強いですからね。そうですね、さあいい飛び、そして投げる、欲張りですね、ぴょん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 飛ぶんだけども、やっぱり狙いすましてるんですからね、はい、そしてサガリソニックとかが非常にうまいんですよ。おーっと出さない、あ、受け身がない、ナイスガード、我慢した、うおーチューチュー、我慢力、ここからは我慢力、うわー、 DJ 側はジャンプダイパンがリフトアップは潰すには一番判定が強いですね。しかし間合いが難しい、はい、そして見られるとドラゴンスイップ耐久されるので、そうですね、裏剣、スライディングうまい、これ逆に、おっとこっからの畳みかけ次第では全然あるぞ、端っこ到達はでかい、スラ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 スタースタム、スタム裏切り、真実あった、スタム差し返すとあそこまでセットプレーなんですね、さすが分かってる、で負けたの、さあ裏剣のモーションの真似をして煽っていく、さあ KKY 先生来ました、大盛り上がりと、さあ KKY さんがここで登場、おっとこれは緑虫プランクソン、この2人は組んでマニア連覇、マニア連覇ですよ、おっと、さあそして大会ではかなりよく当たる2人、当然KKY が勝っていますが、そうですね、試合内容はまでもギリギリです、いつも、うわー裏切ってきやがる、裏切り
大パンチ。まあこれはもう、はい、あれにも狙いすまして前そばからキャンノ様しか当たらないでしょうね。やってんの無敵さんくらいですよね。まあ読み合いつっても向こうがタイミング選べるので状況はかなり苦しい。まだドリルに対してはあのバックそばとかダメージ勝ちするんで、そうですね、かなり安定して返せますし、うまい、先ほどからこれ非常に冴えてますね。ソニック前歩きバックジャンプ見てからのおーソバットでダメージ勝ち。おーさあ KKY、 KKY コールが相手から巻き起こっている。 KKY コール、そして KKY はいつも通り首をかしげてうなずく。いつも通りですね、これいつも通りですよ。さあおやつとスタイル、おやつとスタイル、わしは定時に帰りたいと。定時に帰るのか。さあ機械がぴょんぴょん、よく動く、画面よく見てるやつにとってはかなり厳しいですよね。目が疲れます、目が疲れる。さあしかし無駄なことやんない。 KKY ガードの KKY ですから、非常にガードが大うまい、見てからしゃがみ順番、これは KKY、 おお、つながらなかった。これが KKY の 運が、前世でどんな前行を積んできたんだ、この運の良さ。さあ KKY がヒヤリヒヤリの勝利。さあここでダルシムを見てヒデ投入、まあ、チーム的にはもうヒデがダルシムを止めてくれるという感じでしょうか。大キック、これは冷静。さあこれはトモケの置きに食らってしまう。戦列ガードさせてダルシム側はこれはゲージが欲しい。ゲンキック見てる、よく踏み込んだ、スラスラスライディング中キック、バックの踏みか。さあしゃがみ召喚、うまい、おっと、おほほほ、運がいい。あれは正解ないっすね、多分。ああなっちゃうとブラスト、ブラストもコマンド逆になっちゃいますね。あ、そうっすね本当に理想の理想ですね。さあさあ対空が難しいところで飛んでいくってないんじゃないですか。あれ KKY さんは無理しないスタイルなので全ガード。下段、下段、おっと、おー、ピュアルまで来る、さすがに、3回はさすがに、ゲージ溜め終わったけど、ノーダメージでした、今、おっと、ゼロダメージはちょっと痛いんじゃないか、おい、まずいよ、投げる、インフェルノのタイミングなかったっす、今、ガッツポーズなんかやってることは非常に汚い。ここで勝ち上がるのです。かなりアクリの出番でしょう。バルログやれんのかこれ。勝ち上がるログはもうなんか3、4年ぐらいやってなかったということなんですけども。があるということです、はい。大阪では結構やってる姿見ますけど。まあ最近はまたモリモリと。おっと。最大だあれ。投げ受けより減ります。なるほど。お、見ている。あっとスパコン入って追いつくか、うん、ボタン押してたぞ今。さあ空対空、まあ上からいっちゃいますね今のは。さあどこまでバルログ対策できている。うまい、あのショーパンが強いんです。そうですね、出っ放しで手前押しとかに非常に強い。うおほほマジかー、これは食らって天使を使ってゴロゴロ、おっとあるぞ、あるあるある、
わあ、前歩きだけ。中盤押してきますね。そうですね。じゃあルーザーズどこですか、はい。バーベキュー、バーベキュー勢バーサスウルツ仮面舞踏会。バーベキュー勢2番兄弟で始めます。バーベキュー勢いる。ウルツ仮面舞踏会。ウルツ仮面舞踏会 B 兄弟で始めます。あれ見えないんですよ。おっと、やる、見てるな。さあガードさん出て、ここで爪折れればでかいですからね。はい、おお、背中蹴りから100列。おー100列。さあ超えましたよ。しかし出てくるのは関西が誇る DJ に成長した恥。中足ノーキャンセル100列。かかってないかも。バルノクでも割れないんじゃない。てか普通にプラスなんだよあれ。まあそうですね。しかしこれハジ DJ がどこまでいけるか。残すのはハジ DJ、 モリバイソン投げる。さああれは安全連携ですかね。そうですね。衝撃耐久はさあ飲んでいく。さあハジ詰めたが、ここからの勝負強さがハジ DJ 尋常じゃないぞ。ストフェスでは小高とストークルに広げたハジ、すごかった。さあ飛行体育はちょっと遅れて、飛行が早い、マジ早い。転送、えらいえらい、投げる。さあ残り7秒、時間を見た。これが DJ の弱点。なるほど、体力リードされる。取り返す手段があんまないんですね。投げ受け身取られて OK っていうのがでかいですね。はい、さあ、ヒデチュンリーが見立て中ですね。はい、おっと、うまい差し返し。さあ、ハディ DJ が止めないと、これはまずいぞ。まずい。投げる。さあこれは戦列警戒でしゃがみっぱにしないといけないので。そうですね、投げがかなりきついです。さあ使ってしまった。これは8時ペースになるでしょう。しかし準備はすぐたまりますから。それまでに、はい、飛びにあんまりいかないスタイルなんで。そうですね。うおー狙いすました。スパコン下がり元気く、先ほどが多かったですからね。そうですね、はい、読まれましたね。読み合いの質を変えてきました。おっと今度は飛び、飛んでもいいっていうのがやばいですよね。そうなんですよ。一発で球が強くても先飛び噛み合うが、砂耐久がしにくいんで。めくりは転生でない。うわー死んだー。ハジ DJ これ止める。さすがの動き。まあ当然、あ、そうなんですか、竜先使わないんだ。さあ、カワシムが行く。これは、僕は川又が行くかなと思ったんですけども、大将固定ですかね、ひょっとして。もしかしたらそうかもしれないです。カワシムさんは初見だと結構厳しいところあるんで。それはあ、それやるんかいみたいな。ガードも硬い。チョップ、あれはラストです。なんか対空技使ってんのにチョップが出てくるんですよね、この人スラとか。しかしハジ DJ がうめえうめえ。めっちゃ押してるけど押し返し。うわーっと、これは意味があるぞ。うわーはっはっは。インクエルノは現在全一間違いないでしょう。川島連続技というか連携でスライディング来やすいところなので。はいはいはい、通常技を潰すしゃがみタイパンの読み合いだったんですけど、はい、やっぱその普段やってないだけあって普通にぶっ発してくるっていう。あれでまず強いんで、インフェルノ。そうですね、1フレ相手にさえいれば OK なんで。そうですね。あっと、これは川島ペース、取り返すのが難しい。あーっと警戒した。今度は下がってしまって、おおおお、あんのか。
うわー、ナイスサイク。ちょっと押すんですね。大将モリワイソン引っ張り出す。いいよ。セロさん、モニョプ。さあ大将モリワイソン先に出される。しかしラルシファイソン戦は何かが違うぞ。紙一重で先にファイヤーが当たる。ゲージが溜まる。ヘッドガード。うわ。ファイヤーモードじゃないんですよこの人は。この人はドリルモード。ドリルモード。人対応しないといけないというところ。さあモリーワイソンがヘッドを当ててここは掴んでいく。あの中パングランドは安全な上にゲージが強い溜まるんですよね。うまい。おっとおっと投げる。危ない。ああいうドリル系が危ないっすよ。なんだなんだなんだ。ビクビクしてるぞ。おっと危ない。おっとリーチかかった。インフェルノ届く。カワシムが大活躍。ではまだ連戦連戦。トンタンキチームまだありますよ。気を落とさないで。さあ、デイブロックのウィナーズ決勝まで来ました。上がってきたのはポニョクラブ、トンタンキーホーク、ケイバイソン、タスマニアタイガーマスクザンギーフ、鉄骨ヤバイソン、ニョー DJ。 対するは動物落とし、機械ガイル、川又龍、川島ダルシム、ヒデチュンリ、長州剣。ここまで川又長州出番なしです。長州さんがなんか応援してるなと思ったら同じチームで、あ、同じチームだったんですね、はい、なんかやたら肩入れしてるなと思ったらやたら肩入れはやばいな。機械が出てヒデが減らしてカワシムが締める流れ、これが2回連続。はい、それでは先方決まりました。鉄骨ヤバイソン VS 長州剣、これは読み勝ちか。バイソン2体いますからね。バイソン2体はやはりどちらかはチュンリー以外で倒さないといけない。さあ長州初めての出番。そしてポニョクラブは先方固定か。鉄骨ヤバイソン、うまい、確定させた。さあ掴めず
暴れを食らってやり直し。さあブロック、おっとここで昇龍噛み合う、膝つかみ、ここはアッパーで昇龍仕込みを借りてっていく。さあ出ず、昇龍打ったんですが波動拳が出ちゃいます。リバースアッパーは読み合いです。うますぎる。なあ、投げ返しが漏れた感じですよ今。中ストレートいや、あれね、ヘッドにしてもあれ出ちゃうんですよ。あ、そうなんですね。あのヘッドとストレートが優先順位がヒットが高いんで、あっとまずい。さあ長州、ここんとこほんと調子悪そう。いい逃げ方、 あれはかからないですね。波動拳を追いかけながら前に歩きすぎるとやばいですね。おおおお、今のは滝場の動き、何画面歩いた。さあ踏ませた、サギ飛びからの膝つかみ、仕込みが漏れるがヘッド、鉄骨や短波重ねでゲージを露骨に作っていく。あと1台、あっと長州昇龍、あなんだあれ、鉄骨やちょっとがっかりですね。これはあれ長州という技、あれが長州です。あの技が長州と呼ばれるゆえん、あれが21世紀新ムーブです。いや令和最新ムーブ長州、完全に昭和です。あれね、高すぎてまさかまさかと思うんですよ。でも昇龍拳打つにはちょっと高いみたいな。バイソンはしゃがみ強パンがうまく当たらないと勝てないですしかも地味に判定強いですからね。いや強いですよね、はい、さあタスマニアタイガーマスクがいく。さあこれはおっと開幕徴収してきましたね。でもああいうのも一回見せられるとあれこいつみたいな疑惑が出てきますからね。うまいな、うっとあと一発、あーいくでしょう、高いよ逆に。なんかジャッキックですかね今。残儀のジャッキック、ケーラリ失敗ですね。露骨、膝つかみ、あやばい、ピオリチ波動拳ちょっと足払いを、おっそうですね。さあガヤの声が出ている、声がでかい。なんだなんだなんだ、ピッ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 、レッパが出る。さあタスマニアタイガーマスクかなり困ってますね、はい、普通の剣ではないですからねこれは。無理やり2択にしていきますか。うーん、うまい差し返して、まあ、タッチューキックという技非常に性能はいいんですが、はい、デッド戻りの関係で踏み込みダイヤシンがすごい弱いんですね。そうですね、それを分かってる剣は結構強いです。おっと一文字一文字、あと一発になった。こうなると急に強気になりますよ、はい、ピョーン、あー死んだっか、光る長州昇天、昇天カラジャンプでピカーッと光ってきた一瞬の出来事。素晴らしい、しかしダブルでした。意識の外でしたね今のは。さあ誰が行く、スタートボタンそろそろしてくださいね。さあ機械が行くのか、
さあ決めてなかったっぽいが、機械ガイルが間際で座る。まさかあそこからまくられるとは思ってなかったっぽいです。そうですね、かなりざわついてました。いやこの機械ガイルはちょっといい匂いしますよこれ。ふーんラフレシアぐらいの。おや甘い息が。このリードは匂うぞ。あゴーガードしてく。まあ機械ガイルもね残技戦やってますから。絶対に裏切らない、絶対に裏切らない。歩きリフトアップはいいですね。歩かないとまずいですね。さあソニックナイク、これは調子いいだけですよ。ソニック対空すると画面が非常に押せるのがでかいですね。先飛びジャンプ中パンとかも行って OK。 後ろいっぱいスペースがあるといいアドバイスが飛ぶ。しかし滑舌側の左ってるか伝わってない。本当の長州張りの、はい、リフトアップ。おっとこれは完全体をなるのか。削りが痛い。うまい、まあ、これはしょうがないですね、はい、これはホークが来るのではないか。ホークが来るのではないか。行かない。ホークが行くんじゃないかと思うんですけど、やっぱりトンタンキーさんですね。しかしここだけの情報あまり戻っておりません。あ、ほんと、はい。まあ、この人大会のホーク使ったのもかなり久しぶりですからね。そうですね、ずーっとアトミックボーイで出ておりました。パンコパンシャカミッパが結構あります。なるほど、はい、まあ、ちゃんと回せてない。さあ高めだがしかと反撃も入れない。安定志向の機械、あ飛んでいく。マイク入ってる、はい、入ってる、あ入ってる入ってる、 OK。 さあ戻ってない説。逆に機械はあっぶねえ。今の狙いはすごかったな。ありそうだった。そうですね、トンタンキといえばもう逆転のための餌巻きみたいなとこありますからね。体力リードは全部これはこれはまあ機械のはいいペースですよこれは、はい、しかし1回こけたら死にますんで、1回こけたらマジで死にます。おおしかしダブル様出ない。ああ出ない。おいあトンタンキー、トンタンキーさすが見せる男ですよ。逆転勝ち持ってますね。パワープロでいう逆境用ですね。おあれです。機械っぽい、機械っぽい。何これ何これ、トンタンキもラリってる。どうなってる、どうなってる、ラリってんぞこれ。お互い何が起きてるこれ。これが大会の緊張感ですよ。おおどこら辺がナイスだか分かんないけど、とりあえず勝ってる。これにはワンピー側も苦笑い。先に K 君のバイソンですね。いやー、この勝ち方で褒められるのは機械さんだけですよ。しかしオッケーオッケーと味方からオッケーオッケー、非常に温かいチームです。そうですね、ワンピーガーもあったかいですからね。いい空気になってますよ。出てくるのはドラゴンボーイこと K。 ステージも早いし機械さんも安全なことしかやってない。うまいぞ、はい、あーどうするどうする。うお、ここでここで機械様、いやーK、3分の3ですよ。マジ、はい、3分の 3? もう使い切ったんじゃないの、はい、おー、
K 君、おうわっと、おお、うわあ、出ない、クレジいやー、いろんなことありましたね面白いな、機械さんの試合は。機械戦はかなり面白いです。どっから逆転してくるんだ、K バイソン。うーわ、マジで性能高いですからね。さあ、これは K バイソンペースだが、うわ、届かない。うおー、あー、見てから、これです、見てからですね、見てから。いやー、さすがの性能を見せつけましたね、ドラゴンボール。さあ、ヒデチュンリーがかぶさる。ワンピーが残ってるのがニョー DJ だけですね。さあ、こちらはヒデチュンリー、カワシム、ダルシム、川又龍。さあ、ヒデさん、ここは締めかと思いますよ。さあ、熱い試合を繰り広げていたが、ヒデはどうだ。さあ、人間性の VS やり込みという感じ。おい、飛行券がバインジャンプになる。やーるー、きつい。あ、いいんじゃない。さあ、おおっと、運がいい。さあ、戦列にこだわると負けるので。おっと、グランドアッパーめくる。おっと、背中にクソ技、いい技、あ、出た。これは飛行拳、さすがにこの距離の飛行拳見えないが、しかし反応している。そうですね、ガクガクします。おーっと、これは、あ、お、あるよ、ヘッド。あー最後まで昆虫プレイやりましたね。ヘッド安かったっすね。しゃがみ台パン、しゃがみ強パンだったかな。ダウン奪わない方が奥攻めで、あ、そうか、クレイジーガードさせるからっていう方が。なるほどね。ああ、テスト、あ、こっちの方がでかいですね。さあ、さあ、ヒデ、ここで DJ で締めることができるのか。ニョー DJ が、ニョー DJ は、あの、草さんと死ぬほどやってますから。ああ、確かに、はい、これは地元を背負ってやってないらしい。やってないと、あれはチュンリじゃないと。あれはチュンリじゃない、絶対やってるはずですよね。だってやってないと、やってるとしてもかなり昔の話ですからね。草くんがこっちにだいぶ前に来てるんで。ああ、そうか。そしてあの頃の草さんですからね。ちょっと今ともね、あの頃かなり始めたばっかぐらいでしたからね。うまい、気候が早いんです、この準備。そして DJ 戦もなんだこれ、控えている。なんと強キックを食らわない。うまいぞ、うまい。まあでも今のは投げ弱にしないと、そうですね、リバルで笑いやすいですね。うまい、行くんだこれ。遠目からの方がいいと思うんだけどな。うーん、どうだろう。まあ、背中にはジャックに実は強いんで。ナイスガード。うーん、さあ、ヒデチュンリーがリーチをかける。さすがやり込み、やってる組み合わせは強いです、このモード。早すぎだろこれ、乗れないぞ。おかしいだろこの速さ、めっちゃ速いんだけど。本当にぴったり最速レッド。はい、やーる、通らないな、方が速い。
安田中キック、余裕で打ち勝っている。合計今のは速かった、最速機構質問なく速かった。ここからどうする、貢献しか言ってない。いやーきつい、さあ、日本いつか速かった、飛べず、これで1位抜け、抜けは動物落とし。さあ、ポニョクラブは、ちょい待ちかな。あれ、シーンどこがあったんですか。シーンは下どうなりました。シーンは下どうなりました。ガムジャパが上がり、ちょっと、そこ、後でお願いします。ガムジャパが上がったらしい、差は。あーそうですね、次、どちらか終わったら配信台に持ってきてください。ルーザーズこちらでやります。さあ、Dブロックがルーザーズを今残りの2筐体でやっております。座っているのが瀬尾と苗場は見えますね。ということは瀬尾くん、中野 TRF まだ残っている25、そしてバーベキューか。はい、よろしく。ごめんなさい、これ僕のだ。真ん中の記録誰、ハゲやってる、いや、記録、ハゲやってる、大丈夫、オッケーオッケー。じゃあ、今ルーサーズの試合を映してもらっております。苗場対ミヤ、なるほど。ということは苗場がバーベキューなので、ミヤは水拳クラブですね、03。なるほど、当日枠が1回勝ってるということですね。ウルツーが、ま、落ちている。あ、それは大丈夫、この辺わかる、Cブロックのケツ、さ、わかんないっす、了解、今 B ブロックは B 2番筐体、はい、は当日対、はい、バーベキューと水拳クラブだね、はい、じゃあこことここだね、はい、向こうは、向こうは中野 TRF と25、04が大盛り上がり、あ、ここなんだ、はい、ここね、了解、ありがとう。さあ、これは結果はまだまだ、先なんですけど、時報対中堅みたいなこと言ってましたね。さあ、向こうリーチがかかっている、中野がリーチをかけた、おっと三宅が苗場に対してリーチかかってるが粘っている。さあ、これはどうなる、苗場が飛ぶが、ゲンキック戦列削る、勝ったのは苗場チュンリー、ありがとうございます。さあ、これは天才チンパンジーですね、天チン対苗場、まあ何対何かちょっとわからないんですけども、まあ、このライブ感いいですね。おっと、レックだけで試合を組み立てる天チン。
さあ開幕スイージャン。先方内場対天鎮が中堅がぐちゃぐちゃにしていく。これはあ、ここやりますね。 OK です。中野みなぞおりました。中野と11番了解です。はい、チーム無敵時間、チーム無敵時間試合です。では、配信内試合開始しますんで、大地くん、配信内試合開始するから、それはもう映さなくていいよ。もう映さなくていいよ。配信内開始する。チーム無敵時間集まってください。じゃんけん終わってます。まだ。さあ配信台も、ルーザーズ行っていきます。A4 僕らもう、ね、負けちゃってっからね。あーはい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 、喋りましょう。 A4 君に、はい、大江君にお越しいただきました。はい、どうも A4 です。はい、次はですね、はい、中野 TRF 対、はい、チーム無敵時間。中野 TRF はルーザーズに落ちましたが、はい、動物に落としに落とされたんですけども、はい、大盛り上がりを殺して、はい、今ここに来てます。なるほど。TRF はね、俺も水曜日通ってますからね。あの距離をよく。休みだから。あ、水曜休み。そうそうそう。火曜は来れない。火曜はね、ちょっと疲れてるんですね。最近ちょっと。さあない、さあない。さあ、手前側始まりました。こんな道から来たよ、これ。これはどっちどっち。道へも広志本田が、肌色がこう色が悪いですね。道へ向く本田リードは道へ向くぞ。これ中距離の大頭突き、これ小頭突き見てから間に合わないですよね相当。あっと、あっと、舞い上がったぞ。今のは知識的な部分かな。あっ、おっ、避けた。おーあー広志、どうなんすかね。そう、この、あ、そう、この距離がね、結構ですよ。うわー、そんでくる。おー、おいちゃん、キャップあるか、あるよ。消すぎか、おー下段ピピオッター。おいー、鬼であり無双です。マジで。おー、取った。おー、大井町入れてる。削る、で、リード取って。なんか、このゲームダメージランダムだからわけわかんないんだけど。そうですね。おっ、落として、これ A4 さんが言う、あの、初期 UWF、 うん、初期 UFC。 あっ、取る、めくる、おっ、埋めていく男らしい。あはは、相打ち、ダブル KO。 ブックがありますね、これやばいですね、これ高山対ドンフライみたいになってる。あれはね、どのくらいあの綺麗な顔で終わったんで。どうなる？寄り切れない。おー、ある。始まる。あとません。おお。取っていく。さあ。今の弱ハリティにヒットは。
繋がらないんですけども、うん、ライジンくんあそこ中間を突きすぎあって結構食らいますね。そして波動拳の戻りが早いですね。なかなか蹴りも当たらないですね。もうさ、いい、そう、さあし、大昇龍。でもあの、でもあの張りで感じ、さあ止まらん、昇龍拳。壁を飛びも落としていく、廃人が5盾。次の試合ちょっと待ってください、配信スタートしてからします。ありがとうございました。あ、あ、あ、ま、再開大丈夫。マイクがさ、入ったり入んなかったりするんだ、マジで。音量を上げるんじゃなくって音量上げると割れちゃうからさ、ほら、あーあーあーってやってても、あー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 、音量は下げ気味なんだ。音量は下げ気味で、ね、こっちを上げる。あー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 、なんかやっぱ接触悪いな。あー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 、聞こえますか、聞こえますか。入ったり入んなかったですかね。残りは全部1台。なるほど。ということは、あー、こういうこと。あ、じゃあ全部残りは配信台ですね。今試合がやってるのかな。あれは8時10のとこだね。めくりと水拳やってる。水拳上がってるんだ。水拳なんだかんだね、爆弾揃いなので 0-3。 なるほど。先ほどは申し訳ありませんでした、今の廃人くんのご盾は配信残ってません。パソコンがフリーズしておりました。申し訳ないです。今再開しておりますが、D ブロックのルーザーズ残り何試合だ。 ECTRF がこれ勝ったから、1と3なので、水拳クラブ対ネクリマン参加を今やっております、はい、でこれが終わったら、下から上がってきている中野 TRF との試合です、はい、それを配信内で行います、はい、それが勝った方とポニョクラブ、トンタンキチームですね、ここを行っていきます。さあ向こうちょっと状況見てきますので少々お待ちください。はい、あ、いえいえいえ、どうもお疲れ様です。向こうの大将は大将で、スピリタスバイソンが出てきてますね、はい、先方バイソン対大将バイソンやってるんです。どんだけあれファイナル見えたんですかね。さあではちょっとまったりさせてもらいましょう。申し訳ない。の試合ガンガン動かしてください。特にね、遠征で来てる方いっぱいいるので、九州勢とか海外勢とかそういう人優先で
優先は言い過ぎだけども譲り合いの精神でよろしくお願いします。まあでもやっぱりすごい豪華なメンツ揃ってますよね。そうですよ。ここまでのじゃあ状況を見ていきましょうか。 A ブロックが、はい、頼む小高商店、創造、赤ブラ、焼き鳥、中村、ここが1位抜けです。はいはいはい。そして 2P 側、ごめんなさい、ルーサーズ向けが NK 流復興委員会2、デゲシュ、クスモンド、グンゼ、トモザ、ナオキ、関西と、あと、関東の混成チームですね。はい。そして B ブロックは新人類が、はいはい、ユイナースですね。コエモン、紫、マキリ、フジモン、アラバマ、ここ強い、強いですね。そしてルーザーズ抜けがなんとグッチ会、グッチ会、金子、グッチ、鈴木、話、沼で、ゆうべがチーム、はい、落とされてます。ゆうべがマッツン、野口、大西、ザギ、これ優勝候補の一つだったんですけども落ちてしまいました。お疲れ様です。さあ C ブロックがフジモン班、ここはもう下馬評通りですね。これが1位抜け、そして2位抜けは混戦にめくりばんさんが勝ち。はい、それでは D ブロックのルーザーズ準決勝でございます。めくりばんさん会がやはり上がってきた。おお、中野 TRF と KKY ジャイダル対決入れますよ。別にあのリーダー森さんやからうちは。やっぱりでも KKY さんのねその存在ってのはでかいんですよ、やっぱりチームの中でとか言ってみるテスト。デゲシュデゲシュデゲシュ。さあそれではそろそろ始めていきたいと思います。中野 TRF 対関西対完全に関東ですね。さあ、じゃんけんを負け続けるピロシ。一回勝った。いつもじゃんけん弱いよね。あんま強くない。さあ、1P 側に中野 TRF、 2P 側に関西めくりばん参加へ。キャラ構成は非常にこのめくり晩餐会どぎついもんがありますよね。どぎついですね、これは。 DJ、DJ、バイソン、ダルシム、バルログ、さすがですね、これは。なんか寝屋川あたりにいそう。寝屋川にいる、なるほど。寝屋川にいる。長かった予選ブロック、あと2試合です。時間は決まった。じゃあ座ってください。巻きでいきましょう。おっと、先方瀬尾バーサスカズ。かわいい。さあ始めてみましょう。なんと瀬尾チュンリ先行ですね。これは何言うんでしょう。とりあえず DJ が2体いるからなるべく封じたいってことですかね。なるほど。で、スーツがめくり番参加は瀬尾チュンリに出てきて読み勝ったってことですね。あ、瀬尾さんがねちょっと DJ 戦最近悩んでるみたいな情報もあるから。うん、おお。らしからの投げ、あーっと、こうやって
おお。バックジャンプ。はい。さあ、珍しい強気が出ましたね。そうですね。いつも弱気な強気なんですけども。なんかでもね、そういうものもね、読み合いに含めるとね、面白いんですよ、やっぱり。一回だけやるだけでも全然違うからね。おぉ、いいですね。こういうとこはもう、さあ、下がって、前に投げる。うわぁ、確定。あぁバルログフジモン的にはどう見える？え、何ですか？誰を出す？初 DJ 行くんだ。ハジさんはちょっともったいないような気がするけど、でも被害食い止めるってならありかも。あー、さんに勝てそうなのは確かに一番ハジさんが勝てると思います。あー、瀬尾くんに行くならハジ DJ なのか。おー、行きましたね。なるほど。あー、確かに。まあ、エース級なので、これは止めたいというところなんでしょう。ハジ DJ、現在エースといっても間違いないでしょう。そうですね。攻略が本当にしっかりしますよ。ハジ DJ ってキャラは、結構強かった。 X らしさがやっぱあると思うんですよね、このキャラは。そうですね。いろいろ揃ってるし。揃ってるという意味でこのチュンリーもすごいんですけど。いや、ほんと揃ってはいる、けどもここが減らないので、まあ、若干、お、若干ハジ DJ 有利。うわおおさあ、ごちゃってごちゃって、さあ、ドラム缶、ドラム缶あるよ。でかいでかい。どうする。うわぁ、投げ返した。これドラム缶びっくりアイテムですからね。そうですね。あれがね、あるっていうのはね、結構大きいんですよ。ドラム缶サイトリックもありますからね。うん。おっと、サラミチューキック強すぎだろ。さあ飛んで、さあ今のコンボが入んなかったか。ちょっと高めすぎましたね。あそこに、この男マジで飛び降りる。うおー、あと見ておる。マジで見えるから。おお、かつて投げる。いつもの俺とは違うと。あそこ投げがかなり安全で、スタッフはガードできるんですよ。はい、出てても。なので、おお、今ちょっと工夫しましたけどね。刻みを増やした。取って。さすがに入る。どう入った。から逃げ出した時にはもうだいぶ取られている。これは逆転のために一回の再生でも当てないといけない。殲滅の上から行く。あっと、見せる。おお、頑張る。まだまだこの前やれ、投げる。いやー、待ってる。引きつけていきますね。そう、相当引きつけましたね、今ね。今のはちゃんとしてたな。ここで配信、あそこギリギリまで止めましたね。引きつけが下手くそだと裏に行かれますので、はい、さあ配信、最速でスタートアップやってましたね。さあ配信さん、ここ仕事ですね。はい、まあ、リュウ対 DJ が結構これ最近かなり DJ 側が押してきてるっていう話もありますが、そんな差はないっすよ、多分。おっと、振り出し波動、ここまで完全に配信ペース。おぉ、歩き勝利。さあ、配信、新時代の星なのか。おーっと、サビの耳見直さない。今のは普通のめくりに行くか、はい、正面の時がちょっと迷ったかもしれないですね。そうですね。しかし、あの体力、竜巻で空気を上げられると、もう取り返せないですからね。しかし、ここでここも取れないけど、あの、ここが入ってしまった。
DJ のこの弾力はすごいですよ。失敗してる。おお。光ってからボタンを押さないと。ロッキーアンズ。打ち返すんですよこの人。もっと。敗人が取る。敗人やりましたね。あの球打ちはかなり切れてましたね。そしてバックダンプしろという後ろの声援も冷静に聞いてました。確かにあそこはもう下がり一択です。チーム戦のいいところはね、そういい有益な情報がチームメイトから回ってくるっていうのもありますから、忘れないこと、聞くこと、これありとあらゆるものを使った方がいいですよ。間違いない。さあここで有利キャラ戦の KKY、 本当に不安定な流し目ですけどもやっぱり勝つんですよ。おっと、今書類書いたか。まだ今のところかなり安定しております。そうですね、まあ、リード奪ってからは高いんで。あー、おお、なんだまさか中ボス。おお、すごい。おお、おお、おいしい。ムーさんと言ってる。ムーさんと言ってるのはしょうがないね。真空を当てるというミッションをコンプリートした配信。しかし KKY ファイヤーも少ない。ここでの竜のゲージ回収がね難しいんですよ。そうですね、何回やってくれないと。今なんか確定したかもしれないんだけど。おっと寄ってくだ。スラスト、気合のスラスト。まあ大ボスにまだスラストを打つってことが分かりますのでね。あそこ絶対打たないんですよ、KKY さんは。あー、そこと違うところの人です。うえー、遠距離戦でそのまま締める。完全対応っていきますけど、そうは見えなかったぞ。さあ、しかし気合入ってる。おっと、そして見てる。ボタンも、うわー、危ねー。ジャンプフレームだったか。いやね、しかし対人も狙いがいいですね。うん、さあゲージがもうちょっとで溜まる。これ欲しいところ。おっ、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 うわっ、お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 っ、大変。すごいな今の。なんと、なんと副将のモーリバイソン、これ敗人いいぞ。これ完全にこれ今日覚醒しましたね。これいや、やり込みの成果は出てますよ。これは、ね、もう皆さんやっぱ敗人さんの、ね、やり込み知ってると思うんですけど、本当にすごいから今まさに開花しております。都内の全てのゲーセンに、全てのイベントにいるんじゃないかっていうぐらい。あとはベルを見てるからな、これね。しかしここはベテランの森さんが、森バイソン流れを止めるか。おお、さあ、しかし、ああいうとこでもなんかちゃんとしゃがみ中盤台車とか、うん、分かる。打って、おっと、おっ、止めん。あー、しかし相当な仕事しましたね。そうですね、ハイジさん。ナルシムもいないということは、ここはジャイが座るか。ジャイが行く。めちゃめちゃやってきたぞ。めちゃめちゃやってきた。あ、米崎さん、
確かに。さあ、このね、このワン距離のヘッドというのがでかいんですよ。おお、任せて。これはでかい。あいつ。あいつはタイムペースです。おお、はい。インペルロー。確定。経験は違うから。さあ、ジャイも盛り上がってるぞ。そして、ガード。あそこファイヤーですね。おお、あ、スウェーしてるんですよね。はい。あ、止める。おっと。あのジャンプはクレイジーになるから。おお、すごい相打ち。おっと、投げに行く。ここはかすらせるが、今のは溜まってたかもしれない。前だけどない。いいよけ。うわっと、あと一発。おっ、グラウンド。あーっ、うわーっ、逃したー。逃してしまったか。これが大会の緊張。出ないよ、見て。素晴らしいグランドアッパーからの光です。あそこは難しいところですよね。難しい。入れ込んでもよかったっていうのが結果論でもあるんですけど、なかなか難しいところです、やっぱり。ねえ、グランドアッパーの方がクレイジーよりキャベツが短いんで、はいはい、ギリが溜まってなかった可能性がある。さあ、大将カチューバルルグ。さあ、2000年頃を見てたんですよ、これ。さあ、しかしカチューバルルグ全立ては全然あるよ。おっと、おぉ、下に回って、対応できない。はい。さあ、表情いっていく。立ち上がるのどっちだ。上では深谷勢が待ってるぞ。さあ、ダルシムの弱点。おな、敵技がね、あるか、これ。あー、テラ返してくる。乗る。OK、 落としていく。さあ、これはもうこの体力ダウン。おー、ニューレイング一気に殺した。さあ、リーチ。あー、一瞬でね、決まりますね。開幕すげーとこからサービス効果か。ブラスト。おっと、めっきり安かって。うわー、ピアル暴れ読みやった。フレーム。おっと、暴れた。今のは寺読みか。ここで使って。しかし、これはバルロン強くないぞ。なる。わあ、まっすぐ掴み、戦の頃燃やしていく。勝ったのは中野 TRF。 しかし、これまだ終わってないですからね。まだ次試合ありますからね。さあ、連戦です。予選最終試合、ポニョクラブトンタンキチームです。ポニョクラブ、こっち来てください。ポニョクラブ。さあ、これは楽しそうだぞ。マニアセブンで沸かせた2人、それを要する深谷チーム。さあ、配信筐体、最後の試合を行っていきましょう。いやー、激戦が続いてますね。ねえ、なんで K さんバイソンなの。 K 君はバイソンですね。まあ、もともとバイソンなんで。まあ、K さんといえばもうホーク、フェイロン、バイソンですよ。北関東でもうすごい存在でしたからね。あとセスね。やっぱセス、そう、確かに。さあ、
いやいや、頑張りましたね、こっからだから。ハイジンさん、今完全に確変入ってますよね。いや、もうやり込みが実ってますよ。うん、花開いてると言ってもいい。ちゃんと、目の段階、種の段階から瞑想をやり続けてきた、それが出ていると思います。うん、どっちかと思う。そうですどっち勝つと思う。ポニョクラブ、トンタンキホーク、ケイバイソン、タスマニアタイガーマスクザンギフ、鉄骨ヤバイソン、ニョー DJ、 対する中野 TRF、 ピノシホンダ、セオチュンリ、中野キャミ、ジャイダルシム、ハイジンリュウ。これは自分はあの深谷ロボットにも行くし、はい、中野 TRF に行くからどっちにも勝ってほしいんですけど、どっちにも勝ってほしい。うん、やり込んでいる量でいったら中野 TRF だとは思います。うん、ですがただ、ね、性能がね、分かんない。あのね、北関東のプレーはやっぱりいかついですね。いかつい本当に本当そう。ニョンさんってやってんの？え、ニョンさんやってんの？この前、この前対戦した。この前対戦した。どうやっぱりもうね、あのニョンさんはね、本当にね、あのニョンさんはニョンさんだよね。うん、やってなくてもない、クソスおじさんです。やめてよなんでモンハンおじさんでいてくれよ。あ、頭いいわね。ドンハンおじさん。ねえねえ、トレピーさ、ザンギホークどっちかでしょ。うん、どうする？絶対勝てます。ちょっとさ、タスマニアタイガーマスクちょっと上手いんだよな。キャミ戦上手いんだよな。タイガーマスクミドルマーケット、そう、上手いんだよ。あれね、イサジさんが。そうそうそう、でしょ、うん、やなんだよな。さあ、先方、そろそろ決めてもらいましょう。ワンピー側は先方誰が行く。まあ、バイソン2枚いますからね。はい、バイソン2枚いるけども、オンダラッタタスマニアタイガーマスク、試練の時。俺はバイソン読みだったんだ。バイソン読みでホンダを置いたら、おいしい、サンキューフジュルリ。さあ始めましょう。そしてダルシムステージ、まあ紛れが起こりやすくなるんでしょうか。そうですね、見てからはね、きついですけどね。はい、うん、ピロシムがかなりマジル系なので、逆転はかもしれない。シノさん見てるか。シノさん見てるか。シノっぽい。見てないと思う。あ、手付けたいか。アイソッケー。ありてで削る。こんなでかいしね。おっと、お、ここはガード。オーバー。逃した。ギリギリ。スクリューの前外。生きてる、歩いてる。おお。おぉ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 、すごい追い込んでますよね。そうっすね、やっぱりタスマニアさん、トラツキさんのね、うん、まあ、ワンチャンの近くまで持っていく力すごいですよ。そうっすね、さっきも最後カラザックファイナルで通ってたんで、一瞬忘れさせる。うまい。さあ、これ画面をちょっと押しましたね、怪しい。で、下がりまくると頭突きが出てくるんですよね。反応したいっていう気持ちが。あれ、なかなかね。おわっ、おわー、高かった。今のはね、高かったな。これは、おわー、おー、マジか。おー、すげえな。あれもね、知ってましたよ。鬼武装食らって、しっかり、しっかりだらり。知ってんな。ここは割り込めるんだぞと。あれ、食らい方しないですからね。残念を4ヒットすることもあります。諦めないな、やっぱり。てか、うん、むしろチャンスだと思ってない。うん。うわーっと。しかし、ここでピロシが、下がりつつ、頭突きがね、おお、入れ替わる。さあ、ジャンプコンボもらった。ちょっと美味しいか。うん、なる。うわ、チル、チル、これ削って、ここで画面発症立つ。うわ、逃げ出した、でかい。どうなのこれ。
タスマニアが寄ってくる。うつ時間がない。おお、はい、まあしょうがない、やるだけやった、やるだけやった。まだ1人しか倒せないですね。さあ DJ かな、やっぱり DJ かな。DJ 出させてチェンリーとダルシムを倒せると、はいはいはい、いう形ですね。これはですね、なぜちょっと不思議。さあ、ニョーさんの優しい心が出なくてもいいんですけど、はい、優しさがあるんですね。とりあえず違うし、何も起こらない。おっと、いいからジャンだった。しかしその後まだ下がる、下れてしまう。あらら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 、いや、スピード速いから球が速い。アデッサのステージの強やすらガードできる気がしませんね。さあ、ちょっと焦ったか、エアスラ打って客観で踏んだらうまいって気がする。おっと、中足優しくない、削って下がるだけ。あそこの目押しもね、大変なんですよ結構。そうだな。いや、まあまあ、うわーっ、あーオーリングソー、スライディング、おっと、おぉふぅーがおぉーガサッとけよ。レバーガチャしなかった。ガサッとけ今のは。まあ、ガサるとね、先取り見つけやすいですかね。おぉ今のは、コパン超偉い。あのしゃがみコパンよね、マジ偉い。うん、よく押しましたね。あれで知らなかったですよね。さあ、そしてめくり、真ん中に逃げましたよと。さあ、ピコシペース、ちょっとだけ届かない、トビ。そして、対空の選び方が完璧。いや、素晴らしい。わあ、よっと受けて、どうする、わあ、おっ、あー、まだ中足、えらい。そうなんです、これはエアスラに鬼武装ワンチャン。最後の最後も中足対空、冷静ですね。まあ一番安定する対空ですからね。お、ここは先ほど大活躍のハイジンが行く。そうですね、バイソン2枚残ってるんで、ここは見どころですね。さっきのね、波動昇竜 の、はい、あの精度は非常に高くて、かなり DJ がね、ちょっと困ってましたからね。いいって言ってるんですかね。ハジ DJ を殺してきたぞ、この男。しかも完璧な試合も出た。お、さあ、ちょっとスピードが違うね。実は、ワンピー側がある。得意 2P ちょっと苦手。で、いい前。この場合はガードして1回ガードさせてリード、リードしたが、そして2回目で出たね。いいジェンドですね。おっと、ここでどう、さあ踏んでどうするの。さあ足らんかった、足らんか、ちょっとだけ足らなかった。ガクガドじゃなくてはいけましたかもね。あそこは打撃を埋めに行ったらよかったね。相模中さんと中ボスとどっちかですね。おっと、さあ飛びが通るがガードになる。全体が短いからね、うん、さあ蹴られたけど打ち返す、これが重要。この相模中さん先生、まあ投げ、おー、打たせて、おー、センター、ニョーディーズの勝負ルーサー。これはジャイが先に行く。そうですね、チュンリーの方がバイソンにカバーできる、うん、範囲が広いので残しましたね。チュンリーを後ろに敷いておくと、両チームとも腹が強い。さあ、ジャイダル、ニョーディーズ2000年頃見てる感じですね。この組み合わせ、ジャイアンさん結構フジモン君にこの前やられてる組み合わせ。あ
でもね、まあ、最新だとね、でも今すごい、でもかなり安定しますよ。うん、ってフジモンは本当に最新ですからね。おっとガード、まだ奥スイープが多いですね。おっとスイーンパンチ、ダブルズームはまあ、スマットとか全部勝つっぽいっす。そうっすね。で、ジャックナイフ食らわないんで相当強いっす。まあ、この垂直した時のこの、はい、まあ何を出すかっていうじゃんけんみたいなのがあるんですけど、はい、これがね、やっぱり結構肝ですよね。ダルシマがちゃんと見てからできれば出すとキックでほぼ最悪の位置。あっと届かず。これは両ネージかなりのピンチになる。シャガチュー、前歩き許さない、もうやす、いや安定感抜群。さあ、鉄骨屋、仕事なの仕事。え、残こっちキャミー残ってるからフォーム出さなくていいの。さあ、鉄骨やバイソンが3番手です。あ、ジャイダルも3番手、これで続けませんか。落とす。さあ、ファイヤーモード、やい、ファイヤー、ゲージが溜まりきった頃には体力がなかった。元祖バイソン製ファイヤーモード。あー、今の痛いですね。いやー、一回食らうとね、すごいここがちょっと押されるんですよね。早めだが、もう一回打つ。さあ、これはきつい。うわー、ジャイダル眉一つ動かさず、さっきの盛り上がりは大違いだ。さあ、バイソンとホークを残した、どっちが行く。ホークが来た。ここでトンタン使いジャイダル、ステージ的にも立ち回りは圧倒的だし、しかしワンチャン力、それをワンチャン力に 100% 振ってるのがトンタンキー。して上のガード、おっ、うわマジか、ドン、うわトンタンキーですよ、これが、おまけにこれスピード速いからな、結構、おブラスト、ブラスト、俺のものか、飛び込んでたからね、ズルスね。さあ、ズームキック、このズームキックがね、なかなか、おお仕掛けに行く、ここまで、ほぼノーダメのジャイダル、こっから、フルを警戒したが、おお、テレポ、テレポ、今のテレポはなえるテレポ、しょうがない。しかしこのしょうがない試合の時のトンタンキーの目ですね、あ、こうするんだってところを最後まで見ています。おお、今のもね、死ぬやつですよ、危ない。おっと、おテレポでかいか、どうなるからの、あー、それ行くか、それ決めちゃう。やはりトンタンキー何か持っている、持っている100ですからね。うん、すげえやつだな。ハイプロのパラメーターでいうと持ってる100です。そして当然出てくるのはトネピーキャミン、落とす。俺の仕事はここだ。これサカットダルシムとに次ぐヤバさと思うんですね、この組み合わせ。これはだいぶヤバいですね。いやー、エグすぎる。
多分キャミーが 8.5 は。キャミー 8.5。 あー呼んでるっぽいんだが、あれはキャノン読みですね。キャノンには一方がするんですけども、スパコンはダメらしい。でもあの状況になるまでに結構、おっ、スパコン溜めてましたからね。確かに。さあ、落とす。キャノン出る。さあ、あれが分かんないんです。打ち切って OK。 あのめくりも分かんないんですよね、フォークはね。中足一発、冷たい冷たい。確かに繋がらないとこだったが、この中足が、いや見ていますね。中野キャミーがノーミスいけるか。中盤ノーミスいけるか。どうすんの。トンタンキさすがに引きつけるか。終わってる。9-1、大正 K バイソン、ここにセオチュンリーを残せた、この意味の大きさ。さあ、ウィナーズは、抜けたのが動物落としですが、ルーザーズ盛り上がっております。開幕フーリガン取っちゃう。開幕フーリガン、おおおっと。しかしね、目がいいからね、KQは。おお投げる。おっと、あ、これは出た。おお、ピョンター。今のピー投げはね、あれは、あのピー投げネタなんですよね、実は。ああいうのあるんですよ。おおっと、どうする。さあ、K バイソン、ここでグランド刺さる。倒れて、何も落とさない。おっと、蹴り込んだ。フーリガン、ついに取って、これは取って、フーリガン取る。はい、えー、中野が締めた。さあ、抜けたのは中野 TRF。 25ですね。1回戦で負けて、そこから抜けてきました。激戦を制してきました。